人とグラマー、どうした話聞こか。どうもー、いやーすんなり始まりましたね、今日も。はい、慣れてますからね、2人とも、やっぱり。うん。はい。いや、バシッと始まりましたね、バシッと。はい、全然大丈夫です。これで僕の声聞こえるんですか？はい、すいません、申し訳ない。はい、すいません。はい、これで大丈夫と思います。すいません。はい、というわけでね、はい、第10回ですね。10回です。第1回がいつでしたっけ？わかんない。1月ぐらい、今年から始まってやったっけ？いや、去年からっすよ、去年からっすよ。去年からやってた？去年から。だって、週1回目が、はい。いや、絶対去年っすね。多分もうちょいで半年っすよ、これ。え、そんな経つ10回しかやってないのに？うん。あ、うん、多分もうちょいで。1ヶ月2回か。でも5ヶ月。あ、そう。5ヶ月経ったってことは、あ、じゃあ12月ぐらいからやったのかな？やってるはず。なるほどね。はい。はい。いや、でもなんか10回目で、びっくりしました。OBS がぶっ壊れるっていう、ちょっとすいません、本当に。いやー、まあメカトラブルね、機材とかのなんかそっち系のトラブルはもう本当にいくらやっても出、はい、ちゃうんで仕方ないですね、本番で出るときは。はい、そうですね、まあ確認してよかったですね。マイクぶ、あの、震えてるかどうか自分でチェックしてよかった。すいません、いきなり設定から元から直さなきゃいけなかったんで、ね、すいませんでした。すごい嫌な汗かいたでしょ。はい、前回とか前々回あったよね、なんかね。ありました。僕もなんかいきなり本番でおかしくなって、うん、もうその時だってゲストの人もいたから、もうほんまに嫌な汗超かきましたよ。じわーっとかきましたよ。ね、あれほんまに、うん、結構かきましたね。顔がすごく痒いですね。あ、痒い。痒いです、僕は声が。はい。じゃあすいません。じゃあちょっと、はい、やりましょうか。はい。やりましたね。はい。はい、ということでね、はい、今回は第10回、ゲストなし雑談会ということで、うん、まあまあ中休みじゃないですけど、うん、まあ、前回も1回やった雑談会1回挟みましょうかということで、今回は2人で雑談会になってます。そうですね、2人だけで喋ります。ゲストは、まあ、呼べなかったとかじゃないですよね、決してね。いや違う違う違う、何を言ってるんですか、黒人さん。呼べなかった。いや違いますよ、2人やっぱゲストの方とのおしゃべりもね、当然素晴らしいですけども、はい、まあ、僕と黒人さんのなんかね、雑談も多分聞きたいって思ってるリスナーの方、いるんですかね、そういう方いるんだったらいいんですけど、うん、いますか。いや、すごい多いと思いますよ。コメントが全然動いてないんですけど、ドグラさんの方が動いてるのかな、じゃあ。いや、まあ、ぼっち、うん、ぼちぼち動いてますね。あ、ぼちぼちなんですね。まあ、なんでね、そういう、声にね、お答えして、やっぱ二人で雑談も必要かなということで、はい、今回は雑談会です。はい、で、雑談会です。はい。まあ、じゃあ、前回のラジオの反響感想などをね、軽く振り返ればなと思いますが、第9回、はい、はい、歌広場さん出てくれましたね。出てくれましたね。歌広場ちゃん、はい、ゴールデンボンバー出ました。うん、もうコメントもね、本当にいつもとかなり毛色の違うコメントがいっぱいだったね。やっぱありましたね。ガンガン来てもらったもんね。来てくれました。うん、で、その後もね、うん、はい、普通に、やっぱ僕の配信に、その、まあ、全然歌広場さん関係ないんですけど、うん、僕個人の配信に、歌ガールの方が来てくれたりとかもして、うんうんうん、あ、よかったなっていう感じですね、本当。いや、うちもね、ガンガン来ましたよ。あ、本当ですか。なんか、歌さん放送してない、うささんが見てない、やってない日に、勝手に歌ガールって、うん、あの人たち必ずさ、かっこ歌ガールって入れてくれてるの。あ、そう、入れてくれる。だからもう、こっちもいじりやすくて、あ、うん、歌ガール来るようになったんだと思って。いや、だから俺共通点紫ぐらいしかないんですよ。すげえよく書いてある。しかも共通点なんや、それ一応紫ですね。あっちは紫色ねやってて、俺はまあ顔が紫みたいなところあるんで、はい、よく来るなと思ってたんですけど、い
や、それで僕、アンケートで男女比調べたら、なんか男6、女4ぐらいまで行った時あって。お前の配信？そうそうそう、すごくないですか？すごいよ。震えました、マジで。俺だって、あれだよ、YouTube2% 男性だったのね。うん、俺の、 あの視聴者層で98%男性ってことですよね。そうで、角山人狼とかやるやつ、角山人狼ってさ、すごく男女比がもう五分五分ぐらい。ああ、はいはいはい。それでむちゃくちゃ女性のファンが増えて、俺女性の、 あの総パーセント、総パーセンテージが 5% だから俺めちゃくちゃ増えて 5% めちゃくちゃ増えて 5% 2から5する。そう、 2.5倍だから。あ、まあでも確かに 2.5 倍って聞いたらすごいな。それでも結局さ、でもあなた64ってすごいね。いや、だからあれっすよ。いや、毎回64じゃないっすよ、当然。あ、その時だけってことね。そうそうそう。その、宇田島さんの後になんかやった時は、すごい、うん、あの、男女比64まで行ったりして、まあ、劇的な改善が見られたという、改善っていうか変化が見られたという。はいはいはい、はい。なるほどね。ことでして。いや、でもまあ、でも良かったよね。呼んでね。いやいやいや、来てくれて本当に良かったっすよ。はい、格ゲー界じゃ考えられない男女比になりましたからね。まあ、すごかったっす。はい、実際俺とかもあんま変わって、でも変わっててほしいな。実際だから隠れてる人も多いじゃん。あ、まあそうですね、そうですね。女性でさ、そのわざわざコメント書いて、あの、何々ですって言うのもなんか やらしいし、来づらい人もいるわけじゃん。まあ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 、確かにそのわざわざ言う必要ないよねっていう、そうだから隠れて思ってる人も多分そういるから、そう、まあだから黙って聞いててくれればいいです。だからその下ネタ言ってね、嫌いな時はそっと閉じればいいし、はいはい、そうそう、楽しい時はずっとつけといてくれればいいっていう感じですよ。でもとか言ってあれでしょ、女性リスナーの人来たら、うん、国人さん結構嬉しいでしょ、やっぱり。いや、もう嬉しいけど、うん、実際はでもついていけないんじゃないっていう、その、あ、話題にそうそうそう、あ、きついんじゃないなと思う。はいはい、なるほど。だからまあまあまあ、でもまあ、あの、楽しく、その、なんつうか、まあ基本はだって歌があるわけじゃないですか。ウガールの方が、まあ、暇の時にこっちに遊びに来ると、ドグラとか俺のところに遊びに来てくれるとかいうのは嬉しいよね。そう、あ、そうですね、そうですね。まあそんな感じでね、はい、本当に、ね、あの、大阪のむちゃくちゃ汚い、あの、川がね、うん、浄化されたみたいなんじゃないですか。そうだね、そうだね。多分そう、ちょっとは綺麗になったよね。綺麗に、ね、なったと思います。はい、道頓堀川みたいな。普段が道頓堀川って言ってるんじゃないですよ。はい、違うよね。はい、違います。違います。いいですから、私のは。はい。はい。わかりました。で、ね、前回から今回まであったことなんですけど、はい、なんか、黒人さん個人的にあったことあります？僕はね、APEX の大会、カスタム大会に2回出て、はい。G スターゲーミング、あの、倉持のやつと、うん、うん。あとは、チョコのやつ、シノビズム、シノビカスタムってやつが出て、うん、楽しかったですね。すーげー楽しかった。大会やっぱいいなと思いましたね。え、結構エーペックスうまいんですか、黒人さん。いや、僕わかんないんですけど。スト5っていうと、うん、プラチナぐらい。ああ、まあまあ、でも結構やってそうですね、プラチナやって。いや、全然プラチナだから話にならないと思うけど。はいはい。だからダイヤまでまだ行ってないぐらいのレベルで、でもまあやってて楽しいの。うん、うん。やってて楽しいからまあいいかなっていうのがあって、またあったら参加したいなっていう。ちょっと力の差がすごく激しい大会が多かったから、うん、いや、なんてあるね、あの、よくさ、あの、梅原がやってるさ、ビーストカップとかあるじゃん、あの、弱いやつら限定ゴールドみたいな、はいはいはい、あれにドグラ出てきたみたいな感じなの。ああ、はいはいはい、ドグラがいるチームがあって、そのドグラ絶対無双するじゃん。あ、そんぐらい一個飛び抜けて強いチームあったんですか。やばかったね、一人で、本当にやばい、まあ、めちゃくちゃ有名な人で、いや、すごい人、はいはい、本当に強いんだ、むちゃくちゃうまいんだ。え、なんて人なんですか、その人は。アルファーズ。俺でも知ってるかも。アルファーズ。あ、知ってる、知ってる、知ってる。知ってんだ。聞いたことある。やばいよ、むちゃくちゃうまい。へぇ。見ててめっちゃ楽しい。エーペックスの試合ってさ、結構見てて、おしまいなよ、うん。まあ、みんなうまいなぐらいで。うん、飛び抜けてうまいのってやっぱ面白いじゃん、格ゲーもそうだけど、プロの。ああ、まあまあ、それすごいプレイングされたらね。飛び抜けてうまいよ。へえ。すごいです、あの人は。で、その人とはまあ対戦とかしてても、それは勝てんなと思ったんで、まあ、あれはね、うん、あの、アルファルセさんはあるんじゃなくて、まあ、ちょっと、ね、ルールがまだ定かじゃないから、うん、ちゃんとそういうのはしていかなあかんなと思いましたけど。うん、はい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 。でも面白かった。だから、またなんかその、俺のそのゲームのね、その実力に合った大会だったら出たいなと思いましたね。はいはい、はい、で、あとはまあ、健康診断やりました。はい、健康診断やって、まあ、この前結果発表もしたんです。もう昨日かちょうど、はい、結果え、でもう明日から入院ですか。
いや違う違う違ういやだけどいや大丈夫だったんだけど、はい、ちょっと一つだけ本当懸念点があるらしくて、俺なんか水が溜まってるらしくて、あでもツイッター書いてましたよね。そう本当に水が溜まってて、それも濃厚だと思うんですけど、一応再検査した方がいいですって言われて、うん、で再検査今日行ったらなんかもう結構でかい病院で、うん、外来で予約しないと入れませんって言われて、で、うん、で予約今日しました。なんか月曜日って言います。えなんかあれなんですか、そのお医者さんの言うテンションと、うん、その僕らパンピーの心配するテンションってなんか違うじゃないですか。違う違う違う、そうそう、だから不安になりません？なんか言われたら、あっちはある程度分かってるから、ある程度、うん、いや大丈夫大丈夫って言ってることもあるし、あとはもう一つさ、うん、患者さんをこうビビらせないために不安をこう不安があおらないために言うじゃん。どっちのあれ大丈夫ですよっていうのが分かんないんだけど、はい、でも大丈夫だったらいちいち連絡してこないと思うんだよね。だから紹介状書いてくれたのね。はいはいはい、紹介状ないといけないから大体、はい、紹介状書いて行ってこいってまで言ってるってことは結構まあやばいのかなとか思いながら、はい、まあでも早めに分かってるからさ、まあそんなやばかったら多分即入院だとかになってるから、あもうその場で、うん、はいはいはい、あ確かに確かに。いやでも水溜まるとか言われたら怖いっすよね。うん、いや溜まってるらしいですよ。なんか確かに、うん、なんか、うん、しんどさとか自覚症状あるんですか？あるんだ。咳がちょっと出るようになったし、うん、ちょっと息苦しいとかあるの。あーへー。でもこれなんかそのね、前にコロナでかかったじゃん。うん。あれその時と一緒か、でも長すぎるよなとか思いながら。はいはいはい、はい。気管支がちょっとおかしいのかなとか、そういう感じかなと思ってたんですよ。まあそれなのかなっていう最近は。でも。最近それ思うようになったの。なんでかってその、うん、その電話を聞いたから。なんか耳に水が、うん。ああ、プラシーボーする、ね。それだと思うんだけど。いや、わかるわかる。だからわかんないんだけどさ、本当定かでは。だからまあ、とりあえずまあ再検査するのが一番いいからね。うん、まあ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 、いざとなってもね、ドグラのどしたん話聞こうかと。一応ね、そう、もうドグラさんが一人なんとか。まあ、私なんかどうでもいいですから。いや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 。あとはちゃんと、はい、いやちゃんと病室から参加してください。あ、わかりました。できんのかな、わかんないけど。白衣っていうな。はい。で、あとはまあどうでもいいですけど、まあミートさんとミートたけしとご飯食べたぐらいですね。はい、はい、はいはい。まあそのどうでもいいんですけど。はい、一番優先順位低いそれは。めちゃくちゃ雑でしたね。けどね、めちゃくちゃうまかった。紹介してくれたとこ、めっちゃ中華だったんだけど、めっちゃうまかった。だってミートさんとかめちゃくちゃいいとこご飯行ってるでしょ。 あれすごいぞ多分。そう、相当うまいもん食ったぞあれ。あマジで、まあ、うん、じゃないとあんな体型なんないでしょ、うん、だし、まず何あれを維持できないよ多分。その生活っていうか、あの生活してたらやっぱうまいもん食うわ絶対。あ、はい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 、うん、てかあれ人狼の時のミートさんの背景ってあれ合成じゃないんすか。合成じゃん、あれもう家そのままあれあったよ。あれやばい、やばくないっすか。やばいやばいっすよね。あれだって何百万も買ってらっしゃるから全部で。すごい。そうでも挙句の果てに合成って言われてるからかわいそうだけど、ね、あそうそうそう。俺合成やと思ってて、なんかミートさんこういうキャラで行くんやとか思ってたら、あれ合成じゃないって言われて、そう嘘やろってなって。マジでみたいな。そうだ、あんま関係ねえんだよ背景なんか。頑張ってもしょうがない。だからドグラの背景系やってたから絶対ウケるし、はいはいはい、だからめっちゃ無駄でしたって言ってたミートさんち。なるほど。でも俺はそんな感じだった。ドグラは？ドグラは何があった？この2週間。あ、僕はね、なんか1111先をやりまして、またあやってたね。ずっとやってるよ最近ね。うん、そうですね。やっぱね、なんか、マージャンみたいな感覚あるんですよ。はあ、その言ったら、うんうんうん、あそうそう、11回、はい、その一先をやるんですけど、そうね、うん、11回がそう11先でやるんですけど、うんうん、そのうわここのキャラ大事、ここのキャラ大事、うわ来たーとか、もうなんか、なるほどね、引き次第でもう勝ち負けいくらでも変わっちゃうんですけど、それが結構ね運ゲー感があって、かなり僕は面白いなと思って。ああ、なるほど。だからちょっとギャンブル的な感じがあるのね。あ、そう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 、抽選欲っていうかね。はいはいはい、なるほど、ね、まあ、それをナウマンとやってて、まあ負けちゃったんですけど、まあ、すごい楽しかったんでまたやりたいなっていう。はい、わかりました。じゃあまあまあそれやって、うん、であれでもね、あれでもスナイプできてなかったの俺結構見てたんだけどさ。あ、いや、あれマジできつかったさ。僕8時間ぐらい、うん、ランクマ並走して、うん、でその勝ちたがり の勝ち数が増えてきたら、うん、あやばい止めな止めなって言って結構狙ってスナイプしたんですけど、そうだ、ね、ガチで当たらんかって。あ、やっぱみんなやってたのかな、もしかしたらね。かも。僕は、うん、ブラックリスト説を押してたんですけど。なんならいや違うと思う。だってモースかも当たってるしね。
あ、そうそう、だから、うん、結局あの人が多すぎただけっぽい。まあそうだね、多分みんな狙ってたからね、あれはね、みんな見てたし、うん、確かに。わかりました。まあそんな感じだったということですね。そうですね。まあ、はい、あと一応一個あるとしたら、あ、何、はい、あの僕の所属しているサイクロプスアスリートゲーミング CAG に、はい、あのちょっと新たなスポンサーさんがついたという。おお、どこが？あのね、上信電機さんってわかります？え、なんか聞いたことあるぞ。あのね、電気屋さんっすね、上信っていう、うん、があのスポンサーさんついてくれはったんですけど、うん、あのね、阪神タイガースのスポンサーさんとスポンサーとかやってはるんですよ、うん、で、すごいじゃん、うん、そうそう、だから上信の、その上信さんの CM で、うん、あの阪神タイガースの選手が出て CM に出るとか。え、どこらも出るんだそこに。いや、あの何かが起こったらもしかしたらあるかもしれない。え、なあ、阪神、あ、上信の宣伝はないの？え、上司の CM はないの？いや、上司の CM に阪神タイガースの選手が出て、じゃあ別に出るぞってスポンサーが出てるんだから。いや、だから僕も上司で買ってやーとか言ってるかもしれないですよ。うわ、すごい、ありえる、ありえる。超有名な関西の電気屋さんだって。あ、そう、かなり大きい電気屋さんなんで、まあ、あのチームとしてはそれが結構大きな話だったなっていう感じです。よかったね、それはね。はい、いや、なんかね、なんか売れてますね、やっぱり。いいですね。俺じゃないから。いや、でもあなたもね、所属僕じゃないから。でもあなたのおかげで CAG も大きくなったわけですか。しかもだって CAG で誰っつったらドグラでしょ、ぶっちゃけ。いやいや、ちょ、そんなん、いや、正直ドグラでしょ。いや、そんなん、ちょっと何笑っとんだお前。やめてください、カメラに映れよお前。いや、タヌカナじゃないだろ、多分ドグラだろ、さすがに。いや、僕51ってあるかなと思いますよ、まあ言うたら。ああ、いや、でもまあ、うん、まあだって視聴者数を考えるとさ、もう絶対ドグラじゃん、ダントツじゃん。ああ、まあまあ、そこで考えたらまあそこはそうかもしれないんですけど、いや、でもね、じゃあ、うん、実際、うん、ご飯食べますってなって、うん、あ、じゃあサイクロプスの選手とご飯食べますってなった時に、黒人さんこうやって座ってるところに、うん、僕がチーってくんのと、うん、タヌカナが、あ、どうもってくるのと、どっちが嬉しいですか？そういう、私はそう言いたい、そこですよ、大事な。タヌカナだな、それはな。でしょ？でしょ？そこですよ。9-1だな、それな。うん。うん、だからまあ、まあみんなのおかげ、みんなでやって。まあそうだね、まあ補ってるんだね、補ってる。だから、51で。世界大会いっぱい出てね、優勝してるしね、確かに確かに。あ、そうです、そうです、そうです。そうだね、まあそれもある。みんな違って、みんないい。で、フェインリッチの名前出なかったんだけど、それ何かあったの、それは。いや、別に何もないですよ。あ、何もない。はい、次行きますか。はい、わかりました。そうそう、概要説明お願いします。はい、すみません。はい。はい、じゃあ概要説明。はい、黒人とグラのドシタン話キコカは令和の企画王こと格闘ゲーマーの黒人とサイクロプスアスリートゲーミング所属プロゲーマードグラが毎回楽しいゲストをお迎えしてお届けする不適ラジオです。格闘ゲーマーだけでなく様々なジャンルの方をゲストに、ソリッドかつユーモラスでエポックメイキングな時間を見るのもより生放送、黒人とドグラのチャンネルで交互に放送しますので、ぜひ両チャンネルをフォローしてくださいということで、はい、はい、今回の第10回放送ゲストなしなんで、コーナー早速いきましょう。お、はい、しゃべれる2人の面白い雑談。やーだー。はい、ということで、うん、もうね、コーナータイトルからしていきなりハードルを上げにかかってきてますけど、いきなりハードルを上げにかかってきてますから。いや、いいんじゃないですか。あ、俺はね、もう戦いますよこういうのは。おー、マジか。おー、分かっとるやんっつって。まあまあまあ、やったろうやんけど。まあまあまあ、その通りだろうねって。はい、それは喋れないかったら出れませんから、こんなところ。まあ、でも、はい、面白い雑談って、うん、もうすごいあれじゃないですか、そう、言いがかりじゃないですか。 そこだけ消してほしい。面白いって言われたら身構えるし、やめてくださいって感じだよね。はい、喋れる2人の雑談でいいじゃんね、別にね。そうですね、だからこれはコーナー名にかなりの悪意を感じますね。あ、そうだね、それはちょっと確かにそうだね、感じますね。はい、ちょっとごめんなさい、はい、連投やめてくださいね、ごめんなさい、連投やったらバンしますよ、気をつけてください。はい、どうぞ。はい、ってことで、はい、まあなんか喋りたいことありますかっていうのなんですけど、ね、僕一個ありましたわ。お、何？黒人さんって花粉症はあります？はい、あります。もう、あるんですね。もうアレグラ飲んでますから、アレグラ。おお、はい、いや、僕花粉症全然なかったんですけど、うん、今年これ食らったかもしれないですわ。え、なんで？今はなかったんだ。
今までなかった、ほとんどなかったけど、うん、あのマジで鼻水がずるずる言って、うん、でなんか体ちょっと気だるくて、うん、でなんか目が痛いんですよね。目が痛い、ああじゃあもうそれ花粉症だね絶対。あ絶対花粉症、これ絶対花粉症。 目が痛くて鼻ずるずるはもう、うん、鉄板でしょ。あ一応ねあれかもしれない、花粉症もそうだけど、うん、今黄砂も来てるらしいんだ、うん、あ黄砂か、そうそれかもしれないね。結構今車乗ってるとすげえ あのあれなんていうの、はい、すごいワイパーに砂がめっちゃ溜まってる。あそうはいはいはい、そう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 、えもう黄砂来てます。俺は来てる、車なんかガンガン乗ってる。あマジか、もうだからもうワイパーつけないと絶対乗れない今はね。はい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 、えもうそれって黒人さん、うん、その花粉症っていつからですか。もうずっと昔から。これはもう小さい頃から。あへえ、うん、それ薬って飲んだら眠くなります。やっぱあこれはね眠くならなくなった。あそうなんや。昔まではめっちゃ眠たくなったし運転中飲むなとか言われてたんだけど、うん、眠たくならなくあのならなくなりなったのかなだいぶ。はいはい。ギリギリセーフだったね。ギリギリセーフ。ギリギリ。あの期待はしました。期待はしました。ポチャンのね、ポチャンの、ね、そう、ギリギリ渡れた今。そんななんで一応はだから今は飲んでいいんじゃないか。あとアレグラがダメな人はこれ1日2回なのね。うん。で一あともう一つは1日1回のアレジオンってやつがあって。あーあれっすね、あの、うん、かわいい子が CM やってるやつ。そう、まあ、両方ともかわいい子やってるんだけど大体あのあれぐらいの CM 分からない。はい、あのねなんていうの、いい方を選べばいい。あの合う合わんがあるし、めんどくさいとかいう人は1日1回だしっていうのは結構はいはいはい、そう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 っていうのがあった。え、うん、それ副作用とかないんですか。副作用っていうかそのなんかしんどくなるとか。でも眠たくなるか、あと喉乾くっていうよね。俺はあんま乾かないけど。はいはいはい、いや副作用絶対ある、薬は絶対作用、副作用絶対あるから。うん、いやなんか花粉症全然まともに来たことなかったんですけど、うん、なんかこれで大会とかあったら嫌やなって思いましたわ。あでしょ、そう普通に俺そういう状況でずっとやってたから、こういう時期は。マジで、うん、でしかも昔が眠たくなるし、えしんどくないですか。集中できます。いや集中するしかない、やるしかない。うわーきついな。でもまあ1ヶ月ぐらいだから、うん、3月の頭ぐらい、まあ、2月の後半ぐらいか4月の頭ぐらいで終わるから、まあまあまあみたいな感じで、うん、一応耐えてたけど、その間にでっかいでかいとかなり使ったから。あやっぱそうなんやな。しかもだってあのくしゃみ出るからやってる最中クシャンっつって。あいや出る出る出る、 めっちゃくしゃみ出る。浮く暇なんかないじゃん、うん、俺鼻垂らしたままこうやってたもん無理だからもう仕方ないっすよね。そうしかもくしゃみって一瞬あれ心臓も止まるんだって。あへ、完全に止まるんだってバシッて、人間のその生態機能が一瞬だから、それ何回もクシュンクシュンって止まってる間のその何くれに前出してきたらもう無理だから、ね、あまあまあ無理ですよね、無理ですよ、ね、あ受けるしかないみたいなでタイミングぐらいでこうクラップをするみたいな、もう一回クシュンそんな感じだから、ね、いやこれきついなって思いましたわかなり。うん、今年こんなにねまともに来んの初めてやから、うん、これきついなって思いながらやってましたわ。ちょっとまあでもねどうなんだろう、今ねあとねなんかそのコメントにもあったの、病院行った方が、病院で薬もらった方がいいって言うんだけど、うん、あまり弱い人はね結局ね同じ成分一緒だから、あ、うん、もう市販されたやつ買って飲んでくださいって言われる。ああそうなんや、もう売ってるやつ買ってくださいになっちゃうもん、ね、中一緒だから一緒ですっつって、なんかそっちいいですよって、っていう、はい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 、医者もいるし、ね。いやーだからそうそうそう、今年からちょっとデビューした可能性があるんで、ね、ちょっとよろしくお願いします。わかりました。もうそろそろ、はい、いやアレルギーだいぶ俺のとこ取るよね。違うやん。なんでなんで。いや花粉あのね花粉わかりました、はい、アトピーとか、はい、紫とかで取ったって言われるのは、はい、その狭いから、はい、わかりますよ、はい、花粉症で取ったはそれは黒人さんの都合でしょ、もうそれは。だって俺ねよくくしゃみとかするじゃん、鼻とかもかんないじゃん、はい、だから、はい、それも来てるっていう。だからもうそろそろ太ろうとしてない、大丈夫。あしてないしてないしてない、それはしてない、大丈夫いやアイテムあったわ。僕今日免許更新行ってきたんですよ。はいはいはい、はい、免許更新行ってきて、はい、写真新しく撮ったんですよ。ほうほうほう、免許の写真で、その若い時の、うんうん、写真、まあ気をつけて。あ、全然いい。住所とか危ないから気をつけて。はいはい。あのね、若い時の写真が、うん、ね、
これなんですよ。まずこれ多分ね、え、これ何年前やろ、これ多分25年前とか、はいはいはい、多分がこれなんですよ僕。これあ、わっか、でもあんま変わってねえな。これ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 25、26の時多分じゃないですか。うん、お前泣き袋も上がるんだ。いや、これピアスです。あ、そうなんだ、ね、はい、はい、あの今日撮った、うん、あのやつやばいっすよ。何こけたね。やばくない？こけたね、すげえ。やばいでしょ。あ、すげえこけてるね。そう、え、老けすぎやろとか思って。老けた、まあそうだね、こけたね、確かに。サイバーバみたいになってるもんね、私はね。そう、そのマジでここが違いすぎて、うん、あの僕これ見て嫌やなって思いましたもん、うん、だってさ、普通はさ、はい、落ちてくるじゃん、この年齢とともに、その脂肪と脂肪、あ、頬の肉がね。そう、だからぷっくらするはずなんだけどね。いや、僕ね、これ毎日運動してる？してるしてるしてる。だって、あ、してる、歩いてますもん。運動してる、あ、それか。あの職場まで歩いてますもん、ほらほらほら。確かに全然違うな。でも皮の形がまだ作られてなかったんだな、若い時は。今はもう大人になって作られてきたんだね。あー、なるほど、確かに。だってみずみずしいもん、若い時。確かに。いや、これさ、いや、だから僕、その頬がね、こててると不健康に見えるじゃないですか。うん、見えるね。そうで、やし、絶対、え、なんかあかん、あかん薬決めてんのとか絶対言われるし。それ系だよね、それ系だと思われるよね。そう、うん、そう、だから僕、ここだけは太りたいんですよ、本当に。ここだけは太りたい。どうすんのそれ、ここだけ太るって。そう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 、でも無理。ここは太りたいんで。あ、でもそこだけ太らしたいから、あいつ、宍戸城は手術で脂肪入れたもんね、うん、あ、有名な話ですね。そう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 、ここに出たっていう。そう、あの、どしり感がないからっつって。うん、だから入れるしかないんじゃない、脂肪吸引、逆に入れる、ここに。そう、いや、いけるんかな。え、それぐらい悩んでんの？いや、だって俺年々こけていってるんですよ。で、うん、久しぶりに会う友達とか知り合いに会ったら、うん、え、また痩せたって言われるんですよ。嫌、うんうん、じゃないですか。でもちょっと喜ぶじゃん、普通は。いや、まあ普通はね。でも僕だから年々痩せてるから、多分、うんうん、いや、で、年々痩せてるっていうか体重自体は変わってないんですけど、うん、その顔のここはずっとこけていってるんですよ、だんだん。多分、はい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 、そう。だからやっぱね、太るっていうことに関してはやっぱ黒人さんに聞けばいいやろと思って。いや、まあでも俺も最近痩せてるからね。え、いや、116キロって最大。はい。僕今102キロですからね。あ、14キロ減。かなりで、徐々に減ってるんです、今。え、待って、あの、最大と、その、ミニマムって、どのぐらい あったんですか、体重。ミニマムは、まあ、その、中高の頃、65キロだったけど。あ、いえ、あの、二十歳過ぎてから。二十歳過ぎてでしょ。二十歳過ぎて、うん、まあ、一回26キロした時あって、その時 79.1、うん。はいはいはい。79.1 と116。36キロ、やば、36キロ違うかな。36キロ違うは結構すごいですね。桐谷美玲一人分違うんでしょ。そうですね。そう、3分の1にいなくなるんでね、自分から。うん、3分の1になるんで全然違うんですけど、今だからだいぶ減ってきて、まだ俺 10% はなくなったからね。はいはいはい、 10% はなくなってるってかなりいいことですよ。あと、あ、これかいや、これ違う、もっと痩せた時あったぞ、これ多分。いや、でもこれ超細いじゃないですか。いや、でももっと痩せてる時あった。あ、そうなんや。たもっと痩せてる時あったはず。え、これいくつの時？いや、これ覚えてない。これいつだ、これ多分証明写真撮る、なんか撮、なんか撮った時だと思うけど。うん、いつから覚えてねえわ、マジで覚えてねえ。いや、これ相当若いけどな。じゃあ、だって顔の輪郭違うもん、やっぱり顔の輪郭違う。あと目の周りが紫。おい、やめろ。これは花粉症なんだ、花粉症。ああ、間違えた、はい。花粉症でちょっとね、あの、あれ、はい、荒れてるんですよね。それもあるんですよ。だから花粉症は肌も荒れるよ。ああ、いや、あの、確かにね、ちょっとカサカサっていうかボロボロになる気がする。弱いでしょう、そう。弱いです、弱いです。やっぱアレルギー出てるから。てかね、花粉症さ、さっきもさ、コメント書いてたけど、日本人の半分が今花粉症なんだって。もう、2分1で花粉症はやばくないですか？そう、だからもう杉、きれいよな。あのね、僕の地元奈良あるじゃないですか、うんうん、
日本で一番の杉の名産地です。あ、そうなんだ。もういつまで吉野杉、いつまで生産しとんのって思わんで、こんだけみんながさきついんだから。うん、なんか昔植林しまくった影響らしいですね、それ。らしいらしいらしい。うん、あ、もう減らし始めるんだったっけ。あ、そうなの。あ、減らし始めるんですか。てかもう全部輸入でよくね、紙とか木とか。ああ、そっちでいいじゃん。いやいや、杉切ったら花粉症の薬売れなくて。そう、多分ね、俺それもあると思う。製薬会社が杉を絶対切らさないようにしてると思うんだね、うん、絶対。だって花粉症の薬売れないから、売れなくなるから。まあだからあれでしょ、ガチンコのいい歯磨き粉を出したら、うん、歯医者儲からんくなるからとか、そういう話でしょ、うん、そうそうそう。だからおそらくそうなんだよね。アトピーもなんかそうやって言われてるもん。なんか実は治るんだけど、だって昔の人はアトピーに ならんかったらしい。花粉症も最近の病気なんで、昔の人は花粉症にならんかったらしいから。あー、確かに現代病っぽいっすよね、そう言われたら。だから多分薬をなんかやろうとしたら絶対できるんだけど、多分それやるなら、うん、その製薬会社がなんかやってるっていう、その、まあ、その諸説ありますけどね、その陰謀説。大丈夫ですか、黒人さん。明日なったら、いやー花粉症はもう仕方ないよとか、なんか全部カタカナで喋るようになったりとかしません。やっぱ花粉症はまあしょうがない、まあ、ロートって最高だよねっつって言ってそう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 、あれとか言って、黒人さん放送のアーカイブ見ますかとか言ってなってるかもしれないけど、まあでもまあもうね、花粉症そろそろやめてほしいよね、本当ね。いい加減、そうっすね、結構えげつない。直すよって感じがありますよ。わかりました。まあね、はい、じゃあ喋りたいこと黒人さんありますか。いや別にないかな。いや、じゃあもうこれいきましょう。そう、それなんですよ、僕が喋りたい。これはね、2人とも喋りたいっていうか、うん、まあみんな注目してる部分やと思うんでね、はい、そう、最近でそう一番大きかったといえばこれなんですよ。はい、トパンがミルダム襲来、どうなる格ゲー配信勢力図ということで。はい、そうなんですよ、本当に鳴り物入りでね、そうなんですよね、そうなんですよね、これ来ましたもんね、トパンがね、来ました、マジってなりましたもん。ことね、もうね、みんなお前どう思ってんの。え、僕ですか。うん、いや僕はもうなんかみんなさ、来てくれてよかったねとか言ってるじゃん。はい、いいねみたいな感じじゃん、うん、実はどうなの。うん、僕は全然そんなあれっすよ、ねえ、ちょっと他の人のところに行って人減ったら嫌やな、でもレイドしてくれたらまあいいかんとかは別に全然思ってないっすよ思ってないっす。あ、よかった、また盛り上がるな、ミルダムパチパチって僕は思ってますよ。ああ、そうなんだ。思ってます。ああ、そうなんだ。俺はね、はい、もうドグラと全く一緒だね。いやー、パチパチ来てくれてありがとう、パチパチ。もう一つも思ってない、そんなもん。うわ、人減ったわ今日もとか、うわ、で、つけで、パッと格ゲーチェッカー見て、うわ、孫やってるわ、うわ、もうめんどくせえわ。しかもこいつ、モンハンやんけ、同じゲームやりやがってみたいな。そう、7000、で、もう、イレブンで7000人24時間、もうマジこいつらよ。ほんと来てくれてありがとう、みたいな。って感じ。もうそんな感じです、そんな感じ。あ、なるほどなるほど。いや、それはね、その手放しでね、喜ぶのもそうなんですけど、そういうのもあるんですけど、うん、喜びたいのもあるんですけど、やっぱ僕らからするとね、戦ってるライバルでもあるわけじゃないですか。まあ一応ね。そう、うん、しかも僕らもそのミルダムで、ね、ずっと前からやってきて、うん、その俺らミルダムに俺らありみたいな感じで思わされたいというか、そういう立ち位置をね、頑張っていかなきゃいけないのにグワン入ってきたんで、まあまあまあ、黒船が。そうだから、本当頑張らなかったんですよ、我々も。いや、そうっすよね、本当に。だって言ったら黒人さん結構ミルダム始めたの早かった方っすもんね、多分。格ゲーズやったら俺は6月1日かな。あ、でも早かった方でもないか、普通くらい。あ、でもまあ最初の方であんのかな、一応 R さん梅原が早くて、うん、その後折れて、その後みんながわーってきたって感じだよね、多分ね。あ、そうっすね、僕が確か7月1日やった気がするんで。そうだね、うん、そうそうそう、そこら辺がその何やろ、まあちょこれ盛り上がりを見せてきたなみたいなぐらいの最初の波ら辺っていうイメージがありますね、うん、そう。で1年間すげえ頑張ってきてね、時戸と梅原がねポンって出てきて4000人でラジオやってたんですよ、うん、その裏で俺とミートさんがね泥酔で雑談やってた。200人だった20分の1。もう梅原と時戸なんでその時間にやってんだっていうね、うん、確かに。だって、うん、
あのめちゃくちゃ申し訳ないし黒人さんに超義理もありますけど、はい、その2つやったらもう2フレで梅原時の僕も言います。2フレ当然だよね、うん、2フレ。俺もなんであの時間にやったのか分かんねえもん。俺言っとけよかったら、ミートさんに、あ、すいません今ラジオやってるんでちょっと1時間外しませんとか言えばよかった、うん、いやまあでも確かにそこの問題はありますよね、うん、普通にだから、うん、みんな友達やから、うん、その一緒に来てくれたら一緒にいろいろできるよねっていうのもあるけど、そう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 っていう部分ですよね。だからまあいいこともあるんだけど、でもまあいいですよね、ケツ叩かれた感じになったんで。僕やっぱりあ、なるほど、そうなんです、あのみんなに供給するってあんま好きじゃないです僕。あのその資本共産主義好きじゃないんで、はいはい、資本主義で頑張ったやつがやっぱ頑張った分だけもあのなんですかね、報われるべきと、そうそうそう、なんかいいんで、なんかこうなんか切磋琢磨できそうだなとは思いますけどね。また俺も企画とか頑張らなみたいな感じで。本当ですか、ラーの鏡当ててもいいですか。ボストロールみたいな感じで。そうそうそう、ボストロール出てきますね。トパンが帰れ、トパンが帰れ、プルネクに帰れっつって出てきそうやな、ボストロールこれやってる可能性ありますけどね。はい、いやまあだからこれでいよいよ格ゲー9割ぐらいもう見るだもんですよね多分。いやじゃない、だってもういなくない。ミルダム以外が多分、ツイッチがいるか、ツイッチがいるわ。そうそうですね、ツイッチで、うん、サコさん、ネモさん、サコネモ、ジョン、あとはオープンレックで、うん、イタさん、シュートか、イタさん、ナウマンシュート、うん、あ、ナリ君もそうか、あと大抜きか、そうだね。あ、大貫さんどこでしたっけ。大貫は YouTube。 あ、 YouTube か、大貫さん、うん、あ、カズノコもそうか、今そういえば。あ、確かに確かに、あ、そうだ、確かにカズノコもね来てないね、そういえばね。そうですね、まああいつも、うん、どうした。あ、すいません、一瞬途切れましたね。途切れたね、オッケーオッケー、はい、申し訳ない、いや、止まっちゃった、あ、大丈夫大丈夫、はい、はい、まあ確かにみんな来れ、相当、ね、みんな来ればいいよね。まあ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 、まあ、もう全員来たらもうそれはそれであの便利ですけどね、本当に。まあ確かにね何も気兼ねなくできるから、うん、で鉄拳勢もねやっぱすごいあの結構最近取り入れてるっていうか、前からあの鉄拳勢の人も取り入れてるんで、うん、もうそれこそまあ権利的に難しいスマブラとか以外はもう全員来てもおかしくないぐらいのイメージですけどね。出るよね、いいことだよね、これからするとそのミートさん頑張ってんなと思いますよ。いやそうっすよ本当に、うん、待って、トパンが持ってくるってすごい頑張ったなと思いましたもん。確かにな、にだってずっと前からやってるやつを、うん、そう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 、でしかもなんかこういう話って、うん、あのうちうちで結構ツーツーやったりするじゃないですか、うんうん、一切知らなかったから僕マジ一切知らなかった。俺もそうそう、めちゃくちゃびっくりした、うん、なんかなんでなんだろうね、ちょっと教えててくれれば企画とかできるのにね。ああ、いや、あの多分僕らみたいなやつがいるから、あの危ねえとか、か観光で敷かれたんだ。なるほどね、そうかそうか、そうそう僕らみたいなやつが、うん、どうしたん話聞こうかって近づいてくるから。そうかそうか、そう、ちょっと黒人ドグラ特にこれでみたいな感じやったかもしれない、うん、はい、ちょっとごめんなさいごめんなさい、連投すいません、連投の方ごめんなさい、バンしますすいません、あのあれありがとうございました、ありがとうですけど連投はバンします、すいませんまあ確かにね、業界内でやっぱ今すごいミルダムの存在感大きくて、そのいざね、何かがどうにかなった時大丈夫なんかっていうのもあると思うんですけど、まあまあまあ今のところはあのすごい調子いいっていうか、うん、まあ、僕らもすごいお世話になってるんで、うん、まあこのまま頑張っていってほしいなっていう思いですけどね。ね、確かにね、そうだよね、しかもだってまあ、うん、そのヒカキンとかそっち系も言ってるわけじゃん。いやそうっすよ、もう、うん、なんか僕なんか想像してるより全然はるかすごいなんか引き込み方をしてるじゃないですか。やってるね、だってワンチャン俺らがヒカキンとなんか絡める可能性があるってことだね。ブンブン やっちゃいますか。いや、その前世もしかまして前 OK だったらね。でも多分まああそこまでに、うん、行くためには自分もそれぞれの想像のなんていうの地位ステータスがいると思うけど、だからなんかあれしょ、なんかそう梅ひかあるし、あ、そうそう、梅原さんやりますもんね。あれいつでしたっけ、梅原さん。梅原が行ったんだったらワンチャンね。いや、わかんない、あれいつぐらい、5月ぐらい、
4月ぐらいあれ4月5月ぐらいやった気がする。言うて最近やった気にしますけどね。わかんないんだよね。いやーあれ見た時マジかって思いましたもん。だってね、え、じゃあ黒人さん共演したい芸能人の人とかいないんですか。もう共演誰でもいいから。あ、じゃあゲーム界隈、その現実的な線でここやったら何かが起こったらありえるぞみたいなレベル。でも正直に俺ないんだわ。あ、そうなんですね。今、うん、一番その楽しいやつらは大体知り合いなのね。うんうんうん、だから俺ヒカキさんと喋ったことないじゃん。あんま番組見たことないし、だからどういうやつか知らんじゃん。うん、だから一緒に何かやりたいなとか思わないっていうか。あ、まあ人隣をあんま知らないですもんね。だってそもそもどうせ気使い合ってつまんない時間過ごすぐらいだと別にそのな、なんか、はい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 、あ、だけ どこの前ね、ゲロっていう人と、はい、歌の上手い人なんだけど、うん、まあ歌ってみたじゃん。もうあの人歌手なのかな。その人と喋った時に、うん、うんこちゃん経由の番組で知り合ったんだけど、うん、その人はめちゃめちゃ話が面白くて、はいはい、あ、またこの人とは共演したいなと思った。あ、やっぱそこが大事ですよね。楽しい人だなと思ったから、うん、なんかそういう本当にヒカキンさんと一回会ってそういう人だったら俺ももう一回行きたいなと思うけど、もう別になんかこの人と一緒にあなんかしたいなってのは全くないね、本当に。はい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 、だ絶対会わないもん。だって俺さ、まあ、下ネタ言うわ、はい、ギャンブルやるわ、女の悪口言うわみたいなさ、はい、アトピーやわ、デブやわ、そうそう、何でも使うわ、顔紫やわ、そう、粉吹くわ、そう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 、ええかげせよ。まあちょっと汚い系じゃん。はい、汚い系で、売ってるのに、はい、あっちは大体綺麗な人たちばっかじゃん。やっぱ光を浴びてるしから。ああ、だからもうこれ NG ですよとか結構多いですもんね。あと売り方だけも綺麗に出してるから、ちょっとそれ俺がアトピーに出てたの、いやそれちょっと仲良くないから笑えないですみたいなさ。そう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 、ちょっと裏でやってくださいみたいなさ。確かに確かに、そう、そう、関係性ないのにアトピーネタは結構ね、そう、いじづらいじゃん、難しいです。そうだからそういう人だとちょっとやっぱきついんだろうなっていう。だから俺も俺で生きないし、あっちもあっちで生きないから、だからあんまりなんか楽しくないかなと思っちゃってるから。逆にないよね。どこらはあるの、うん、逆にその出たい人みたいな。そうっすね、出たい人ね。僕ね、え、現実的なレベルですか、それとももう本当に夢で、うん、七沢美也、はい、それは AV 女優ですか。あ、よくわかりましたね。あ、そっちあったか。はい、あ、そっちね、そっちあったの。ちょっといいな、ちょっと待ってよ、ね、はい、七沢美也ちょっと検索していいですか一瞬。あ、どうぞどうぞ、ちょっとトパンが見えたの襲来って言ったんです。それでこれ AV 検索すると思わなかったな。この方はかなりいいんですか。あのね、はい、何がいい、力あります。何がいいんですか。いや、もう、あ、ルックスすごい。なるほどね、はいはいはい、うん、あ、いいですね。そう、あ、なるほどね、はいはいはい、どうですか。いや、ね、僕ね最近ちょっと変わってきて、僕巨乳が好きだったじゃないですか。はい、最近変わってきたんですよ。ほう、グリッグリも好きになってきたんですよ。あ、ケイスケさんじゃないですか。だからちょっといいなと思いましたね、ちょっと。あ、なるほどなるほど、結構いいなと思いました。はいはいはい、まあ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 、いいですね。この話で視聴者数増えるのかなり面白いな。増えた今。増えてるの分かんないけど。いや、まあ、あとは、まあ、本当に絡む機会がないって言ったら、それさ、会うとさ、はい、遊ぶは違うよ。飯食うとか、飯食うだったら結構いるんだ俺も。あ、まあまあまあ、分かりますよ。だから番組共演したいでしょ。そう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 。いや、そこ行くと、うん、やっぱ共演したいっていうんやったら、僕なんかゲーム関係の絶対全然接点ない人とかは結構共演してみたい。それこそ、うん、スクエニの吉田プロデューサーとか、あー、確かにそうだね、そうそう、とかは、それこそもともとカプコンいてはった小野さんとかは、うんうん、こういう場で喋ってみたいなって僕思いますよ。あー、確かに小野さんは確かにいいな。そう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 、なるほど。あ、すみません、なんか
あのいろいろありがとうございます。すみません。なんだっけな、俺からすると俺もあるわ。24の監督。はい。あ、はい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 。喋ってて外人だけど。はい。あと演出家とか脚本書いてる人。はい。の話はめっちゃ聞きたいし。あとは日本語の声優、はいはいはい、力也さんなんだっけ。あ、小山力也さん。小山力也さん。はいはい、はい。あの人と喋ってみた一回。あれでしょ、ジャックバウアーの吹き替えやってる人でしょ。そう。うん。あれはちょっと聞きたいな。それはあるな。あー、だからそのまあ声優さんとかやったらその僕らのいる業界と一応ちょっと近いじゃないけど、まだ軽く接点は作れそうな気はするから、うん、一応現実的な範囲じゃないですか。確かにな。てか実際このどした話聞こうかに呼びたいですよね。ここ小山さんを。いや俺はじゃ知り合いじゃないけど、まあじゃ、はい、興味ねえかこんなの呼んでみたい。いやだから そこで格ゲーに興味ある人ならそのワンチャンはあるじゃないですか。ワンチャンあるよね。そうワンチャンはあるじゃないですか。誰か知り合いいないかな。俺全く知らないわ。いやだから有名声優やったからミートさんですよ。もうあミートさん知ってんのかな。あだってあの大塚さんとかあのチャフーリンさんとかとアマンガスやってたじゃないですかミートさん。でも確かにあの話聞いたんだけど、あのいろいろと飯食ってる間、うん、もう、うん、俺全然知らない。俺が知って 俺全声優とか詳しくないよね。その俺が知ってるような声優さんガンガン出てきたから名前で。あでしょ。あだからあの人もしかしたらすごい人かもしれない。ミートたけし。そうっすよ。ランクまで切れてツイッターで切れたやつのID を晒すおっさんじゃないんですよミートさんは。確かに、まあ、勘違いしてる。でもミートたけしはそれだよ。あの河村龍がすごいだけで。あ、まあ確かに確かに。ミートたけしは終わってる。まあミートたけしは終わってていいんだけど、でもあの人もしかしたらすごいんだろうな多分な。いや実際すごいと思いますよ。だって、うん、なんかミートさんがやってるなんかたまに配信でなんかレコーディング風景とか映してるじゃないですか、うん、ミートさんじゃないっすもんあれ。河村龍だよねあの時、ね、あれ河村龍完全に。ちょっと言葉も優しいもんなあの時ね。そう、ただ座ってる時の呼吸音ちょっと苦しそうで、あやっぱあれやねんなみたいな。そのちょっとお腹がねありますからね。あの待機してる時に呼吸音あのみたいなのは聞こえるんですよ。デブ特有のね、うん、そうそうそう、それはやっぱあーニートさん可愛いなって僕は思いますね。確かに。なるほど。まあちょっとトパンガの話戻しますけど、はい、まあだからいろんな人が来るっていうのはまあいいことなんでしょうね。まあ頑張らなあかんけどみたいな感じでしょうね我々もね。そうですね。まあまあお互いいい刺激になればっていう感じですかね、うんうん、ここに関しては。はいはい、わかりました。次行きましょう。はい、で次がですね、はい、スト5アップで、はい、ローズとはオロとは。ああそうですね、発表されましたもんね。はい、うん、いやじゃあ言っていいですかローズとは。いいですよローズ。じゃあ売る方ねいっぱいやってましたからあなた。はい、教えてください、はい、もうオロはクソキャラ、はい、クソキャラっす。あクソキャラっすか。クソキャラっす。あローズクソキャラなんですか。いやウルフォーのローズクソキャラでしょあれ。あそうなの、奇遇ですね。あのサードのオロもっとクソキャラかもしれないです、はい、終わってましたね。終わってましたってか終わってます。はい、え、じゃあもうすぐスト5にクソキャラが2体追加されるという。2体追加されるんですけど大丈夫かなこれ本当。でもまあえだっ、うん、はい、何え、だってローズ、え、黒人さんも4ちょっとやってたから分かるでしょ。やってた。あのねローズ暗い判定がおかしくなかった。知らない。あ、暗い判定あのおかしかってキャラ剣コンボありましたねローズに対して。そう、ダートを当てるじゃん、うん、持続当てしちゃうと次のコパンが普通繋がるじゃんみんな。で持続当てするとコパン繋がりやすいじゃん。あそうですね、有利振りが。でもこいつコパンが繋がらない、姿勢が低くて、うん、あ当たらんねや。ダートやって壊しにしなきゃいけない。へえ、めんどくさいな。ダート壊しってのはゼロ振りなのね繋ぎが、うんうん、で壊しから大剣もゼロ振りだったからゼロゼロ2回やんないとコンボできなかったのこいつは。あーめんどくさいな。どんだけ優遇されてんのてめえはと思ってたから、うん、いやだってあと爆捨てめちゃくちゃ強い。爆捨て強い、うん、でなんか台形クソ強い。台形強い、台形強いで、そうスラ強い、しゃがみ中パン強い、うん、あと入れ込み強い。そう入れ込み強いで中継、うん、あのか簡単にグラ潰しできる、できる。で極めつけがソウルサテライトっすよ。確かにぐる歩きながらぐるぐる来てるのこうやって。そう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 そなんかソウルサテライト張って2回投げたらもうお前元取ってるやんみたいな感じだ。確かにな、確かにな。そう何もできないからなこっちな、うん、そうそうそう。でそのソウルサテライトが今回 V スキルっすよ。あそうなんだ。 V スキル、え、ということ V スキルずっとまとまれるの。
あ、だから V スキルはやばボンって押したら1個ウィーンって回って、うん、でもう1個押したら A 級かどうか分かんない。え、2回ずっと2個回っとんの？無理じゃん。あ、もう1回押したら2個目も回る。だから1回やと 1個だけ回る。へえ。でもさ、うん、はい、何？あ、いや、だからあの、え、 V スキルでソウルサテライトってこいつ何言ってんのって思いましたもん、僕。あかんに決まってるやんみたいな。え、ちょっとだって V スキルってじゃあ守るしかないじゃん。こっち1回ガードする、その消えるまで、それをガードするまでサテライト歩いてきて、はいはい、1回投げほぼ確定じゃん。まあ、てか2択が確定しますよね。え、強すぎない？いやいや、だからさすがに、まあでもスト5ってちゃんとバランス調整してるから、うん、そんな超、まあもう遠くでポン、近づいてポン、離れてポンで強いみたいなことはないと思いますけど、うん、まあだから発動に40フレームかかるとかね。あ、そう、だからあのバイソンのこれみたいにね。あ、そうそう、だといいよね。いや、だとは思うんすけど、それでも、うん、え、じゃあ一生ローズ攻めさせられるやんって思っちゃう。そうだね、そうだね、うん、うん、でもそんなクソキャラ作るか、ベスト5。いや、さすがに作んないと思いたい。いや、新キャラは弱いとか言ってたじゃん。はい、セスが出た瞬間俺マジムカついたから。はい、どんだけ強いんだ、はい、誰でも勝てるやつ作んじゃねえよとか思って。いや、あのキャラお世話になりましたわ、ほんと。アホみたいにさ、かかとをやってさ、おろし、うん、バカじゃん。あ、いや、剣、マジ、あの、おろし、これっす、ね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、マジ、はい、剣一生やってさ、はい、で、プラスフレームから3フレーム持ってとか言って、クソだなと思って、うん、で、バイソンさ、あの、何、あっちが、あの、V トリガー発動されて、ドンでプラス2取られて、うん、でバババババババボンバババババボンバババババババボンとか言って、でそれスパコンさ、はい、あれで、ね、多分ね、チューパーチ2発分ぐらい削れるんだ。あ、余裕で削れますね。どうなってんのこのゲーム、俺何もできないんだ、バソン。はいはい、そうですね、あの、めっちゃねえか。だいぶきつい読み合いしのがないと削り死にの未来が、うん、あの、絶対避けれないですね。そうだから、終わってんなと思ってた。だからローズはそういう風にしてほしくないですね。まあさすがにスト5の調整陣、僕は結構信頼してるんで。まあそうだね、一応ね、そこまで変なやつはないからね、うん、確かに。まあさすがにそこまで安易な作りにはしないだろうって思ってるんですけど。サテライトでしょ。うん、けど PV 見る限り残空も持ってるんですよ、こいつ。は、今なんかナイスナイス。だから新技っすね、空中でソウル、あれスルできるんだ。あ、ソウルスル、ソウルスル、なんていうか、あの弾ね、はいはいはい。あ、そうそうそう、マジで。ああ、そう、売ってて、さすがにちょっと大丈夫かな。ただリフレクトはないっぽいんですよね。ああ、跳ね返すはないんだ、なるほどね。そう、吸収はあるの？いや、吸収もないと思う。あ、吸収もないね、はいはいはい、うん、だからリフレクトがない代わりに空中でだから球を打てるようになったっていうのが、なんで、まあ、どうなるかなみたいな。そのさ、ローズいいよ、別にできないことをできるようになっていいよ、はい、バイソンじゃめくり入れろよ、マジいい加減。あ、なんなん、まあ、マジで本当にユリアン途中で追加されましたからね、めくり。そうそうそう、入れればいいんですよ、うん、まあでもバイソン今回強いから文句言えないけど、めくりやったら楽しいんだよね、やっぱやってて。まあ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 、けど、うん、俺バイソンは今マジで熱感じました。今相当強いらしいね、マジでやばいなと思ったバイソン。あいつ勝てる、プケラに。プケラ前やったらもうボコボコされて最初。うわ、マジで。そう、え、これどうすんのやろと思って、うん、なんかやっていくうちにだんだんマシにはなったんですけど、それでもいや、これどうしようってなりましたね。え、じゃあ実際多分今的に46ぐらいね、イメージ。あ、キャラすか。キャラじゃなく自分の勝率が。あ、勝率、いや、46よりもっと最初めちゃくちゃボコられました、ね、今の感じ最後の方は違う。あ、まあ、最後の方46ぐらいに落ち着いたかもしれないですけど。あ、でも46ぐらいならきついんだな、なんか気分的にはもう全然きついなって感じ、うん、37ぐらいのイメージ。うん、まだプランが立ってないからじゃん、多分一応そのバイソン。あ、まあまあ、そうですね、そうですね。なんかバイソンの、え、けど、何、いや、けどバイソンはちょっとやべえなと思いました。今やばいね、だからめくりもあったらもっと強くなるから、もっとやばいのかもしれないね、もしかしたらね。うん、なるほどね。まあでも俺ね、あの2-1バイソンか、1-2バイソン、うん、2-1バイソンか、2-1バイソン使わないから俺。え、そうなんですか。面白くないもん。あれ、あ、え、じゃあやるやったら2-2ですか。いや、1-1。あ、へえ。変わんない。てか、2-1やるんだけど、むずいんだよ、本当に。あ、マジで？弾ないキャラは2-1でいい。うん。弾あるキャラは、2-1だと、なんかスマッシュとかやるのが、あの、短パンチを抜ける距離めっちゃ近いんだよ、波動拳。
はい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 、近くないとタンパク確定しないよね、うん、だからそれ読まれて V, もう V シフトされて最大コンボ入れられるから、あの遠いと、だから近くないといけないけど、うん、その反応する距離もいるのね、うん、でそこで球だけ見てないけど、そこで飛びに対してジャックスマンがマジむずくて、ああいや、タンパク溜めながらってことっすよ、そう、はいはいはい、その距離、それをプゲラがやるから、うん、すごいなと思って、いやあいつうまいっすわマジで、うん、だからもうちょっと、まあプゲラぐらいしかできんない、俺はちょっとできない、まあ、あれができたら確かにバイソンかなり強いなと思うけど、ちょっと俺にはできる、だからできる俺のは11でっていうことでやりますけどね、これからは、はいはいはい、まあ、まあでもまあ1でもだいぶ強くなったんで全然いいんですけど、まあローズがとりあえずクソキャラにならないようにいいってしたいと、うん、お願いしたい、本当にお願いしたい、あジャンプ波動拳はちょっときついだろうな、空中波動拳は外最新の注意を払って追加してほしいですね。確かに夜両方守っとしよう、いや本当にあのぶっ壊れるから本当に空中波動拳は、そうだよね、ね、あなんだっけ、スパツ X も号機信号機絶対勝てないからね、あいつには、そうですね、ニコナー出てきますからね、最強なんだやめてねっていうことで終わりましょう、じゃあ、うん、オロはどうなんですか、オロはもういまだに研究が伸びてるんです今、もう顔がなんやねん、もうやばそうじゃん、もうすでにオーラがありますね、オーラが、しかもそう、なんかね、こいつね性格も悪いんですよ、え、あ、そうなんですか、鼻からなんか相手を舐めプレイというか、あいつこいつ両手あるくせに片腕で戦うんですよ、俺は片腕でやってやろうみたいな感じで、あれって強すぎるから片腕を封印してるって設定じゃない、だから強すぎるから片腕で封印して、だから舐めプレイしてるんですよ簡単に言うと、あーまあ確かに確かに、そうなんかもうそのまますでにもう正々堂々とやってないでしょ、なんかあうなんか性格悪そうなって感じない、はいはい、まあ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 、確かにそう言われたら嫌なやつ、そうでいざっていう時超必殺の時両手出すんでワーンとか言って、あー大丈夫、使っとるやんっつって捕まって言っとったやんっていう感じの、要するに天狗の時ですよね、天狗でワーンとか言ってる、なんなんてなるんですけど、でもまあちょっとね、実際そのオロが、しかも今はそのサードストライクで、起き上がり昇竜拳あるじゃないですか、なんでしたっけあの技の名前、オニヤンマっていうんですけど、あ、オニヤンマが、下から溜めて上に出すだけのやつです、で同時ボタン、あれ溜めなんか、溜めです、でそかそかそれやるじゃないですか、それ当たってスパキャン、ヤギオ玉っていうスパキャン、あ、ヤギオ、はい、EX でスパキャンできるんですけど、うん、EX でスパキャンできる技ってほとんどないんですけど、あいつのやつはできるんですよ、でそれができた、EX オニヤンマスパキャンやろうか、はい、起き上がり無敵技からスパキャンで天狗石ってやつ、天狗石じゃなくて、ヤギオ玉行くと、うん、そこからハメが発動です、でそこからもう終わりです、え、もう画面位置関係なくハマるんですか、あれ、画面位置は関係あります、ただ、ほとんど関係ないです、うん、へえ、っていうのでもう終わってません、まあ、あの無敵技からハメるってマジで最悪っすからね、はい、だってこっちあれですよ、行く行かない決まった瞬間に、うん、じゃ あ, あっちも EX オニヤンマスパキャンヤギオってやって死ぬんだったらいいですよ、それがアウトだったら、うん、そうだったら全然どうでもいいです別に、うん、まあこのゲームがつまんないなぐらいで思うだけなんですけど、うん、おるだけでガードされてもそれいいんですよ、で1本半ゲージなくなるけどまた次に溜めてもらったらいいみたいな感じ、あ、ノーリスク、リスクはあります、リスクはあるけど、そんな痛くないです、あ、そうなの、ダットリだと、コークスクリューブローしか当たらないです、うん、あ、ヤギョウを避けて確定取らなきゃいけないですか、じゃあ、ヤギョウは出る前に殴るんだけど遠すぎて EX パキャンで離されまくって、あーそうなんだ、ガードバックがで、だから大剣マシンが行きたいんですけど行けないんです、届かないんです、え、終わってんな、じゃあ終わって、全然リスクないんですよ、あ、怖くなかった、大パンだけですよ、バシンっつって、はいはいはい、何これっていう、これ当たったらこっちハメやぞっていう、てか当たったら10割なんだよ、え、あれヤギョウのハメってブロで抗えたりしないんですか、抗います、ある程度抗える、抗えるんですけど、ブロってあのハメのルートむちゃくちゃなんですよ、オロだけ、へえ、気分なんですよあいつの、はい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 、選べるんですね、でその毎回大体下オロオロっていうブロッキング、だ球を下でブロッキングして、うん、起き上がった瞬間の球、あの、うん、ヤギオ玉って起き上がりに重なってて、うん、どうやってガードフルなんだろうと、起き上がった瞬間にもうヤギオ玉も重なってて、でそこに本体はめくりをいくんですよ、でもヤギオは表にいくんですよ、うん、そんで、うん、もうガードフローが成立するんですけど、はいはいはい、同時に来るから。で、そこで、要するに、難しすぎるんで、一応、ギリギリ、ヤギオ玉の方が一瞬早く来るんですよ。起き上がった瞬間だから。絶対ヤギオの方が早いんですか、一応、それは、はい。一応ね。今まではそうです、はいはいはい。で、下、オロオロオロってやると、うん、下でブロッキング、ヤギオ玉を取って、次の、うん、瞬間にオロのめくり重キックをオロガレ取って、はい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 、下後ろ後ろってやるんです。で下後ろで下後ろってオロを取ると次のヤギオ玉、ヤギオ玉はポンポンっていうタイミングなんですけど、
その間に中キックが来てるから下オロ、また次は八行田もブロッキングしなきゃいけないんですよ。はいはいはい、はい、でその後またオロの中パン、金中パンをまたブロッキングしなきゃいけないんですよ。はい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 、こうあのコンボシロのやつね。 そこまで行くとやっとガードできるんですよ。はいはいはい、やっとあの最後の一発が来るって、まあ、何もなかったみたいな感じなんですけど、うんうんうん、それは大体下オロオロっていうんですけど、それを最近はうまいやつはなんかその弱の八行玉、強の八行玉とかなんかいろいろね、あいつは考え出したんですよ。あ、てか八行って強度あるんですね。強、あれだと、そうです、弱だとこう、中だとこう、強だとこうなります。あー、なるほどなるほど。で、2発玉使うやつがいるんですよ。八行玉弱置いて、次強を設置して、うん、あ、2発出せるんですよ、同時に。うん、あ、出せるんや、2発、うん、だから弱設置して、で、その設置してる間に、うん、あの強を設置しといて、もう起き上がり重なって、もう下おろおろ下おろあーみたいな、もうブロッキングできないんですよ、もうほぼ。あー、じゃあもう超不利な読み合いやねんな。そうそうそう、4分の1ぐらいはやらされるってことですよね、多分。4分の1、まあ結局3分の1なんだけど、うん、ガードして食らいっぱするとブロッキングすると時間停止が食らうから次の中盤が間に合うとかなんですよ。だから食らい続けると次中盤間に合わないとかあって、だから食らい続けたらまあはまんない、はい。で、投げを狙ってるんだったらこっちは食らい続けるんです。そうすると投げれないです、食らってる間なので。ああ、そうだそうだ。それを見て人確認して中盤行ってももう間に合わないとかあって、だから食らい続けるか、ブロッキングをずっと成功し続けるかみたいな感じで、うん、そのスカシ下段かめくり中キックかの2択。で、最近うまいやつは、その、なんか開発がしてて、その球とめくり中キックが同時になったんですね。はい。だから球を下で取れないんですよ。取った瞬間、めくり中キック食らっちゃうんで。ああ、はいはいはい。っていうのを最近、なんかみんないろいろなんか考えてて。あ、ハメだいぶ進化させてるんですね、じゃあ。そうなんですよ。しかも EX、最近は EX パケン、ヤギョウ玉ってやって、ちょっともうこれ詳しい話するとちょっとつまんないかもしれないけど、みんな。スパケンやるじゃないですか。はい。ヤギョウ玉当てたら、こっちはクイックサンディングできなくなるんですよ。強制ダウンがかかるんですね。うん、SA を食らうと、うん。で、その間に EX ニチリンってやつ、パシーンって EX ニチリンっていう。玉っすよね。玉。あえて EX ニチリンって誘導玉なんで、必ず向かうんですよ。シュンって出て、あ、そうですね。すぐ相手の動きますもんね。で、相手の起き上がりに重ねてめくる時期が重ねるって言って。あ、なるほど。そこで中キック、鬼山ってやったら即ピヨリっていうそういうスタンコンボになってでピヨったらあれでしょ、あの中盤からの長いコンボやられる。ああ、もう一緒。あ、その中盤コンボはずっと入れ替わり、こうずっと行ったり来たりできるんで、うん、中盤踏み中盤踏み中盤発動、はい、めくる時間が中盤踏んで行ったり来たりされて10割で。あ、でハメですよか。はい、一生ハメ。大丈夫、安心してください、黒人さん。はい、野城玉、はい、今回スト5のオールは野城玉ないです。ないですか。V スキルです。え、あるじゃん。あるじゃん。ちっちゃい野城玉を V スキルで鬼火っていう技なんですけど、はあ、ちっちゃい野城玉を飛ばします。あ、で波動拳みたいな感じ。あ、そうだから、ルシアみたいな軌道とか。あ、そうそう、だからあの起き上がりに重ねてがっつりガーフとかは多分ないです。できないんだね、多分ね。そう、てか多分このゲームガーフないから多分ガーフできないと思うんだけど。あ、そう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 、うん。で、トリガー1が鬼神力で、うん、トリガー2が天狗です。あ、鬼神力投げ技なんだね。はいはいはい。うん、なんで、うん、やりようはない。まあまあまあ、ハメはないと思うんですけど、ただ、あとね、うん、判定がクソ強かったんですよ。技の。ダットリって判定めっちゃ強い方なんですね。うん。なのに、もう全然勝つんですよ。余裕でバシンバシン。なんか中継とかしゃがみ台パンとかが強いんでしたっけ。中継、しゃがみ台パン、立ち台系が強いです。大系どれや、モーション立ちだけ、あのなんかハイキックでしょ、よしとか言って、でサンチがむちゃ高い技です。ああ、はいはいはい。で単発だからいいじゃんって言うんですよ。でもこいつ単発だからいいんですけど、その見てからさせるほどのスピードではないので、さすがに、うん、こっちも雰囲気で置かなきゃいけないから、うん、うん、そんな簡単ではないですけど、まあオロ使いみんな、まあきついオロきついって言って言いながらずっとやってますよね。いや、わかります。はい、お前らクソキャラ使ってんのにその態度なんやという話でしょ。はい、そうです、そうです、そうです。要は対戦してあげてるレベルだぞこっちはって。時間使ってあげてんだぞと。うん、そうですね。もうなんか対戦ゲームって2人の時間を使いますからね。そう、もう俺おっから欲しいもん、オロとやるときはもうパパ活みたいな感覚だもんね。多分ね、こんなムカつく EX 昇竜からガーフではめてくるキャラと対戦して、うん、言うこと自虐かみたいな。そうで、しかもあれですよ、起き上がりブロッキングされても俺は終わりなんですよ。中盤入る。いや、あ、まあじゃあ中盤当たりますもん、ね、上下どっちかブロッキング。うん、もういいわと思って、俺もう本当についわと思ってまあまあそれはいいんですけど、まあでもそういうキャラではね、はい、見えてほしい。だと絶対あれ人口減っちゃうから。いや、まあさすがに
サードのようなキャラにはなんないと思いますけどね、さすがにいくらなんでも。まあなってほしくないな、本当に。でもね、なんか見た目ちょっとやばいじゃん、やばそうじゃん、なんかこいつ。まあ見た目はやばいですね。で、またゴキブリみたいな動きするじゃん、どうせ。カサカサカサ動くじゃん。爆声、爆声前世で。そうそう、めっちゃ速いからね、ピョーンとか、ジャンプ力もめっちゃ高いんだ、こいつ。で、2段ジャンプありますもんね、しかも。そう、ジャンプ力すげえあって、それから2段ジャンプできるから。どう考えても立ってるけど、触りの時間が絶対出るからね。はい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 、触りに行こうとしても触れない、届かない。いやまあだからやっぱローズがもう4月の19ですかね、CPT 後、うん、でオロが夏に追加っていうことで、やっぱもうこの2キャラはね結構注目されてるんで、うん、まあどうなるかなっていう感じですね。まあでもいいよね、あの新しいこの、あでもそう、2段ジャンプは特殊カウンターするか、あそうか、するか、あのまあするんじゃないですか、ね、するなと思うね。あいい、ま、それいい、あいい、いい、あのあれ、あれ相当いいシステムじゃない、あれ超いい、あれ特殊カウンター調整めちゃくちゃいい調整だよね、うん、やっとあのラシードとか無法のあの三角飛びとあの絶空とかさ、あれを咎めれるのあったじゃん。そう、あの中、うん、当てたらあのダウンですからね。そう、中からコンボいけるじゃん。うん、だからあれは相当良くなったなと思った。あーもう今までやり得でしたからね、三角飛び、うん、しかも三角飛びの後のなんか判定がめちゃ強かったじゃん、あいつら技がやたら強いですからね、三角飛びから出す。おかしくない、三角飛びやったら弱くなるよな。まあ普通に考えたらね。そう、お前三角飛びできるんだからさ、優遇されてんだからっていう感じで。え、ローズテレポあんの？ローズワープありますね。あったっけ今まで、なかったよね。いや、なかった、なかったよね、なかった。なんなんワープに厳しいですね、やっぱ。いや、その、つまんないじゃん、まあ、ワープはつ追い詰めてさ、つまんないじゃん、そのワープあったら。いやでもあの豪気のアシュラとか、うん、ダルシムのテレポ見る限りやっぱワープは相当弱くしてそうっすよね。ああ、まあまあそうだ、うん、いやでも画面端系図がなくなるとつまんないだろう。まあ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 、まあ、しかもあの手のキャラがって感じですからね。ちょっとトリガーで分身かワープ選ぶって言ってる。ワープと幻影陣です、トリガーが。ワープか幻影陣どっちか。あ、俺ローズ使います。あ、マジっすか。いや分からんけど、マジっすか。そんな無法地帯やったら俺もそれ無法行くしかないじゃん、もう歯には歯じゃない大丈夫です、僕はスト5調整班を信じてます。なるほど、多分すごいことにはならないはず。そんなだって残空波動設置してヨガワープでめくりでさ、ガード不能っていうかその表裏みたくできるじゃん。できますね。まあでも V シフトでいいのか、そういう時は困ったら。わかんない。出てみないとわかんない。わかんない。でもまあなんて言うんだろう、新キャラ来るっていうのは結構嫌がる人もいるけど、うん、俺は結構楽しみかなと思ってますね。あ、僕も新キャラはかなり肯定的ですよ。うん、そうそうそう。僕セスですら肯定的でしたから、まあ使ってたし。あ、まあそうだね、確かに。うん、あなたでも使ってガエルの裏口めちゃくちゃ言ってたもんね。いやいや、ガイルは叩くでしょ。いや、だけどそのでも自分はセス使ってるわけじゃないですか。はい。それなんで少しもなんか思わないんですか、うん、全然思わないです。だってガイルっすよ。ガイルは叩くでしょ、人間。いや、まあそうなんだけど。ガイルっすよ、だって。ああ、そうなんだ。セスは別に、あ、でも弾が しかもきついのか、セスは、ちょうど。あ、セス、ガイルきつかったっすね。はいはいはい。まあ、だからか。うん。いや、ガイル使って、なんかいや別にいいんすけど、うん、なんかガイルが叩かれるって別に僕ザンギが叩かれるぐらい当たり前なことやと思ってるから。まあそうだ、昔からそうだからね、うん、そうそうそう、うん、だから、うん、あのなんかガイル叩かれて怒ってる人はなんかいや歴史勉強してきてくださいっていう感じ、うん、間違えるって知らないから君たち今は。あ、そうそうそう、うん、待ってるだけ何もいなかったな。そうぐらいの感覚ですね、僕は。そうだから昔ね、待ち禁止っていう張り紙まであったからね、ゲーセンで。ありましたよ、ポップで。当店待ちプレイ禁止みたいな。そう、ハメプレイ待ちプレイ禁止っつって。そうそう、やった人は出禁します書いてあったから、それぐらいやっぱ間違えるは嫌われてましたからね。まあね、まあだから昔のガイルはそんだけ簡単やったんでしょうね、待ちプレイがやっぱ。まあそうだろうね、うん、簡単に強かったっていう。確かにね、うん、まあまあ新キャラはね、2キャラともあのソファビ調整陣ならいい感じに仕上げてくれるということを信じてますんで、うん、はい、頑張ってください、むしろね、はい、はい、楽しみにします。で次はじゃあちょっと次のコーナー行ってみましょうか。はい、実はですね、なんすか今日はね、黒人さん、
ゲームやろうと思ってます。おお、どんなゲーム？はい、スト5コーナーにゲームする。ゲームする。ゲームする。なんすか？はい、でゲームはこちらということで、はい、いきますよ、読みますよ、はい。第1回黒人ドグラのどしたん話聞こうか、チキチキ、タブを言わずに当てちゃってー。よいしょー。なんすかこれ、タブを言わずに当てちゃってってなんすかこれは。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。ゲーム名タブ、はい、でルール、はい、先行後攻に分かれる、はい、親番にだけキーワードを開示、はい、キーワードを言葉で説明して当ててもらう、はい、4つのタブを使ったらダメ。で1分間でいくつクリアできるかを競う、クリアで1ポイント NG 発言でマイナス1ポイントということですね。なるほどなるほどなるほど、はい。これなんか DD っていっぱい来てますが、それ関係ないですよね。それはそのそいつの名前を言ったらいけない、そういうことじゃないです。そういうゲームじゃないですね。そういうゲームじゃない。タブーってそういうことじゃないです。そういうゲームじゃないから、これじゃないですかね。業界のタブーとかそういうことじゃない。あ、じゃないんですね。じゃあ、ゲーム名がタブーなだけです。あ、よかった、皆さん安心してください。よかったですね。危ない、はい、危ない、はい、もう終わんのかなと思って、このドシバナがもう終わんのかなと終わりかけてるのかと、もういいんかなと思いました。そうはい、ってことなんでね、はい、今日はちょっと思考を変えてじゃないですけど、まあ、ゲームやってみようということで、はいはい、ゲームを用意していただきました、はい。じゃあまずどうしましょうかね。先行後攻は、あ、一応台本のコーナーボート読んでください。はい、はい、これですかね。トークには定評のあるお二人ですから高得点間違いなしですね。はい、で本来3人以上でやるゲームですが今回は2人でやります。はい、ここでこれでいいですかね。例題じゃないですか。あ、それではまず例題から。はい、はい、親はスライドを見れますが子はスライドを見れません。またコメントはお互い見ないでください、はい、で例題、じゃあまず例題いってみましょうか。面白かったらまたどこかのタイミングで1企画としてやるし、跳ねなかったらやらないという感じです。はい、素直素直。わかりました。じゃあそういう気持ちでやる。とりあえず行ってやってみようと。わかりました。はい、やってみようの精神。やってみましょう。はい。じゃあちょっと例題行ってみましょうか。はい。例題どんな感じなのかわかんないもん。そのキーワード。はい。ああ、なるほどね。はいはいはい。じゃあこれどっちが親にしましょうか。だからこれ例えばなんですけど、じゃあ僕が親やりますね。はい。じゃあ僕見ません。多分この空っていう、いやもう見ちゃってるんですけど、はい、ドグラさんに多分空っていう答えをドグラさんに言ってもらいたいんですよね。そう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 そ
そう、この4つの単語を使わずに言わさないように、そういうことね、そうです、澄み切った青、あ、青も言っちゃうかんか、俺も言っちゃうかん、青ダメです、はい、ブブー、ジュース飲みほ、あ、ちょっと難しい、ジュース飲みほど、カラって読んだんだけど、カラじゃないもんね、これね、いやそれだいぶ難易度高いな。ソラだとどうなんだろうなっていうことですよね。なんとかそのそうですそうですそうです。言われてもいいです。説明で言っちゃダメですね。あ、でもこれマイナスポイントなんじゃないのそれ？言われると違うんじゃん。赤いやつ。それがタブーなんじゃないですか？説明で言ったらマイナス。あ、そうなんだ。だから、うん、親が言ったらダメってことです。親は言って、あ、じゃあ 子供は言っていいんですよ、子供っていうかその高校、そう、ここはあの言っていい、あ、なるほど、だって見ないから、ここ、そうかそうかそうか、ここ、あ、そういうことか、で、それをだから上とか青とか太陽とか雲を言わずに空を説明するんですね、そうですね、だから子供は NG ワードすら分かんないんで、見ない、うん、確かに、あ、そういうことか、そういうことか、で、言っちゃったらそれがマイナス1ポイントになるね、あ、そうですね、そうです、例えばなんですけど、僕が、なんかその、すごい、澄み切った、あ、気持ちのいい、はい、なんて言うんだろうねって言って、そっちは太陽って言ったら、太陽って言われたら太陽じゃないんだけど、それマイナスポイントにならないよ、はい、太陽に誘導しちゃったから、それマイナスとかになるの、ならないの、いや、それはならないと思う、ならないんだ、あ、なるほど、そう、説明する側が、うん、あくまで言わなかったら大丈夫だと思います、うんうん、っていう感じでね、わかりました、そんな感じでやるってことですね、はい、わかりました、じゃあその親番決めますか。トークのアラビト神黒人ドグレなら余裕っしょ、なんでこうやってハードル上げてくんのよ
いちいちあのなんか読ますし、なんかハードル上がるところなんでこんなに、はい、まあいけるっしょ、いけるいける、よいよいよ、いやいけると思います。さすがにだってもうこっちはトークで売ってんだから、どぐらいは、ね、まあ、そこにはね自信持ってますから、ね、まあ、プレイで売ってますけど、僕はもうこっちで言ってますから、あ余裕っしょ、そんなもんは、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちゃんと上がったハードルを回収してもらったところで、はい、はい、どっちでいきます、どっちでいきます、これどうしよう。じゃあもう例題あったから、じゃあ次本番で、じゃあどっちからいきましょう。え、どっちやりたいですか。じゃあどっちもいいです。じゃあ俺が高校でいきます。あ、じゃあ僕親いきます、はい、じゃあ僕これ見ないようにするんですね。画面も見ない方がいいですね、はい、はいはい、見ないでください、見ないでください、でコメントも見ないでください、はい、ただこれねマイナスしちゃうと、じゃあ最小化しちゃうと、はい、画面が消えちゃうので、僕じゃあ後ろ向いてますわ。そうですね、オッケーですね、そうですね、はい、じゃあ僕親なんで僕が問題出します、はい、いきます、はい、はい、あーなるほどね。ビュービュー、ビュービュー、風、おお、マジで正解、おお、あ待て待て待て、まだだまだだ、あそうだそうだ、何も正解できるか、見ちゃったから、それもうやめて、それもやめて、おいです、じゃあ次で、もくもく、煙、うえ、気温が多いな、箱、映る、映る箱、映る箱、は、電波、映る箱、電波、映る箱、電波、映る箱、 NHK、 あ、テレビ、はい、正解、こいつ単語しか言ってないけど説明全然してない、ね、ちょ待って、これ、高い、高い、はい、ビル、違う、え、ちょ待って、これむずいかも、え、やば、これちょっとどうしよう、書くところ、あー終了、ごめん、あれ、おでこ、違う、いや、終わりました。あ、すみません、頭じゃない、どう、違う、鼻でした、鼻、あ、書くところか、そういうことか、いや、マジで鼻マジでむずかったな、これ鼻むずい、いや、説明、タブーがちょっと使っちゃいけないのきつかったっすね。あ、なるほどね、はいはい、出ちゃうってね、うん、はい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 、オッケーオッケー、じゃあやりましょうか、はい、オッケー、はい、どうぞ、じゃあ次はね、3ポイントゲットしたらしいです、野倉さん、オッケーです、了解です、僕ですね、はいはい、で1分ぐらいサクサクいかなかな、はいはい、さあ、ちょっと待って待って、何何何何、キャンプファイヤーとかで、そのちょっと、キャンプファイヤー、ちょっと待って、ごめん、あ、次です、ちょっと いっぱい食べると頭痛い、いっぱい食べると頭痛い、いっぱい食べる、かき氷、じゃあ惜しい、アイス、じゃあ惜しい、ジュースに入れる、冷やすぎ、ジュースに入れる、氷、さあ、リンリンランラン、リンリンランランの、もっとパンダ、ああそう、外人めっちゃ飲む、もう外人朝絶対これ飲む、あ、ドクターペッパー飲まって、外人ね、めっちゃ好きなんだよ、これ。あれにかける。あれ、コーンフレークにかける。コーンフレーク。牛乳。そう。お前大好き、俺も大好き。中学生大好き。七沢美也。しかも、それ、紙面状の。グラビアアイドル。違う、じゃあ、もっと、青い、もう青い昔、自動販売機で売ってた。ジャンバギブツで、デラベッピン、その総称、ペンギンクラブ、総称ってさ、エロ本、そう、終了、あ、終了、あ、むずい、いや、そうだね、でも、そうだね、そういうことだね、はいはいはい、うん、今何ポイントだったの俺、ペンギンクラブとか言うな、お前3ポイントマイナス、あ、ってことは俺2ポイントか、2ポイント、3対2、はいはい、でこれ2回やるらしいから、またどぐらいやるらしいから、
あ、わかりました。じゃあ俺親です。はい、オッケー。むずいな。結構でもいっぱいレーダーあるんだな。スパンと出てくるもんな。確かに。ちょっとむずいので、うん、次ちょっとむずいので、はい、ちょっと伸ばします。了解です。時間はね。はいはい、わかりました。火を説明するのにキャンプファイヤーって言っちゃったもん。はい、僕たちがいっぱい使ってるもの、ティッシュ。いや、ね、ゲーム、ゲームで使ってるもの。ゲーム、箱、プレステ4。あ、違う、PC 違う、もっとガチャガチャしてる方。ファミコン。違う、ガチャガチャしてる。アケコン。あ、正解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 。抽象的じゃないんだ。引っこ抜かれて叩かれて。聞いたことあるぞ。え、わからん。もうちょっと早く早く、ちょっと欲しい。ね、任天堂のゲーム。あ、ピクミン。あ、おちゃ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 。ちょっと待って、いや絶対わからない。わかる。サウンドノベルのゲーム。カメとしの夜。いや、もっと新しい。渋谷。あ、正解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 。あぶね、俺この2つしか知らないぞ。ちょっと待って。サウンドノベルは。不損不損。そう、大抜き。おお、すごい。大抜きや。あってる。抜きさん、抜きさん、どっち？当てる当てる当てる。会場を借り切ってやったやつ、黒人さんが。ヤマンパク。お、正解。見てる見てる、早くない？見てる。俺にちなんのもバカだこれ。めっちゃ早かったな。やばー、これ。終わりました終わりました。あ、終わり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 。やば、めちゃくちゃライン超えた問題多かったな今回。炎上、ちょっと待って、なんだそれ、ライター3500、それコーラ800円だろお前。めっちゃライン超えてたな今回問題。なんかおかしいだろこれ、問題がピクミンとかバカにしたりとか。どうせだってしかも NG ワードの黒人勝久視聴者200人でしたから。説明だろこれ、俺がピクミンやった時のお前。しかも400人だろちゃんと。ミキさん、あなたさ、いかに気づきな。なるほどな。あ、でもちゃんと作ったんだね、この独自のやつね、抽象的じゃなくて。いや、そうそうそう。なるほどね、はい、はい。これ、すごかったな、これ。なるほどね、わかりました。じゃあまたやりますか、じゃあ次、俺。はい、わかりました。結構簡単じゃねえか、俺。どこが難しいんだ、これ。いや、これは黒人さんがすごかったと思いますよ、普通に。どうぞ。ゲーム行ってたらしい。なんて、なんて？あ、ゲームって言ってた？あ、ノベルゲームって言ってたらしいわ。あ、そうだね。あ、なるほど。ごめんなさい。いいよ、まだいいよ、まだ。じゃあ3ポイント。3ポイントらしい。だから今6ポイントだ。はい。OK。OK です。僕6っすね。はい。OK。視聴者より死んだピクミンの方が多かった。嘘つくな。もうちょっと多かった。400におったわ。もう寝る。いきなり寝だす。霊媒師で、言わずに寝だす。ケイスケ。ジジイ、一人だけ配信してない。ケンチャさん？え、何？ケンチャさん？ケンチャ？ケンジさん？そう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 。あ、はい。ダンの、ダンのあれ飛ばすやつ。ダンの飛ばすやつ。ダンの飛ばすやつ。なんでいかんの今。いいじゃん。なんで計算だろう。え？なんで今つ。あ、飛ばされて、あ、ダンの飛ばすやつ。ダンの飛ばすやつ。ダンの。ダンダメなの。え、ダンの飛ばすやつって何？名前がダンじゃないの。まあいいや。画像権？じゃあ、そうそうそうなんだけど、いいよ、じゃあいいわ。はい。わからん。わからん。何でいかんのかわからん。はい。ダンの飛ばすやつ。俺が喧嘩してです。もう。大黒大黒。違う違う、バカが仲直りしたやつ、仲直りしたやつ。ケそう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 。うわこれなんだ、格ゲーで必ずこの要素がないとつまんない。中パンチとか大パンチ以外に何があります？だから2択になります。弱パンチ。違う。
それはたぎそれは投げ、投げ、そう、そうそうそう、はい、お前使ってる、お前大好き、お前ほんと一生それやって、海原にやめろって言われたキャラ、プロゲーマーになるんだったらやめろって言われたキャラ、ベガ、そう、あー、終了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 、はい、はい、なるほどね、なるほどね、難しいな、響き弾、響き弾、弾、弾ってどれですか、あ、弾の飛ばすやつ、響き弾って名前なんですよ、弾って、あ、これ名前なの、そうっすよ、響き弾って名前なんですよ、あ、知らなかった、俺弾っていうさ、カタカナだったら分かるんだけど、響き弾だったら俺知らなかった、それは、うん、俺多分本名知らない、多分多分弾の飛ばすやつって10回ぐらいだから、多分ここにさマイナス10ポイントぐらいいってる可能性10回ぐらい言いましたからね、いや、弾って言ってんだから無理じゃねえ、だってだってダンって書いとけよ、カタカナでさ、それだと響きダンって知らなかったわ、はいはい、俺知らんかった、そのあのキャラクターが響きダンっていうんだね、あ、そうですそうです、なるほど、ね、はい、はい、おめでとうございます、あ、でも面白いね、これちなんだやつだといいね、そうですね、このゲームあのちなんでるとその変な失言とかも多分結構あの引き出せると思うんでね、確かに複数人でやった方がいい、割と面白い、なるほどね、うん、うん、いいね、複数人でやった方がいいんだ、なるほどなるほど、だから2on2みたいなね、あ、そうそう、協力プレイで早めに答えさせるのもいいもんね、多分ね、うん、あとこっちのオペレーションがむずい、へえ、まあそうだな、あのバランスがあるしな、でも問題があれっすよね、その言わしたいこと結構言わせやすいじゃないですか、言わせだ、確かにね、結構悪い問題とか作れちゃいますよね、そう、不損って言ってだ、あなただ、やっぱ大貫さんのこと不損だと思って、いやいや、ほらほら出た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 、やっぱ無理なんだ、いや、そんなこと思ってないですよ、全然、あのあれ上原ファイティングゲーマーズの印象です、僕は全然大貫さんはお世話になったんで全然そんなこと思ってない、まあまあそれならいいんですけど全然全然思ってないです、不損って即損だったもんね、だからねいや、でしかも、うん、不損って言ったら一言目が、うん、あれ貫さん大貫って言ったじゃないですか、小泉さんもだってもう不損って言ったら貫さんじゃないですか、やっぱ、ああ、なるほどなるほど、ちゃんと貫さんで不損って出たのは偉いです、偉いですね、大貫さん、まあ確かに確かに、うん、あの僕は好きなんで、大貫さん、はい、不損なのに、まあ嘘、嘘じゃない、やめてやめて、生命線の中や、ほら、いや、でもおもろかった、いいな、これいいな、はい、まあ何もネタなかったらね、やるかもぐらいの感じで、はいはいはい、とりあえずゲームやってみました、はい、ありがとうございました、ごめんなさい、ありがとうございました、俺ね、俺ごめんね、本当に申し訳ない、響き弾っていうのが、はい、弾の波動拳の名前が俺響き弾と思ってたの、響き、響き弾みたいないや、だって俺知らなかった画道拳ですよ、画道拳って言ってるじゃないですか、言ってるよね、だから何なんだこれ響き弾って、なんか違う波動拳と似てる技で、なんか張飛の名前なのかなと思ってた、いや絶対響き弾って言ってないでしょ絶対全然分かんなかった、申し訳ない、カタカナの弾っていうキャラだと思ってたから、はい、なるほどね、はい、終わりました、すみません、いや疲れたなこれ、結構でも結構いいね、いいね、このスピード感あってちょっと緊張感もあるし、そうですね、うん、まあ結構実際の勝ち負けで何かを勝ててやったら割と良さそうな感じはありますよ、ね、確かに、うん、じゃあ次のコーナー行きましょう、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次のコーナー行きます、ってことで次のコーナーが、はい、いつも通りおなじみのふつおた、ふつおた、はい、このコーナー事前に集めたお便りに答えるコーナーです、はい、今回は以前にもらったものもね掘り出して消化していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします、じゃあまず新しいやつからいきますか、じゃあ、はい、お願いします、はい、でどれからいきましょうかね、ちょっと待ってください、なんかあります？読ませたやつ、あ、僕これ結構読みたいですね、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、これじゃないから、はい、まあ、てか全部言ってもいいやんけど、あ、全然いいんじゃないですか、はい、じゃあ197、はい、ついにゲーミングお嬢様に登場したドグニー、その落語の中で登場したコクニー、サイコロでしか笑いが取れない人、こんばんは実は片付き作品が好きなので今度発売されるメルブラの新作を友達と一緒に始めようと思っています、うん、ただ動画を見てるとめちゃくちゃ操作が難しそうで不安になっています、いろんな格ゲーをやっている道倉さんに難しさキャラランクを作ってほしいです、はい、難しさキャラランクか、難しさキャラランク
やこれね、操作難易度だと絶対2対1キャラがやっぱ難しくなっちゃうんですよ。2対1キャラ、そうそう、あのだからこっちが2体操作するキャラ、あーなるほどね、はいはいはい、そういるじゃないですか、うん、あのギルティのエディとか、うん、なんかブレイブルのカルルとか、そうだね、うん、あっこら辺はあのやっぱり難しい、うん、基本的に2対1キャラは相当難しいのと、うん、あとやっぱ弱いキャラの方が難しくなると思うんですよね絶対。そうかな、もう簡単じゃね操作は。だってやることしないから、それしかあとただ、うん、やっぱ勝つっていうのを目標にしちゃうと、まあ そうね、うん、そう、やっぱ難し、弱いキャラの方が絶対難しくなるんじゃないかなって思って、ね、でもこれ操作が難しそうって言ってるから操作についてじゃね、これなんか勝つか勝たないはどうでもいい、操作か、うん、あそれやったらじゃあもう単純な2対1キャラ で、ね、そうだね、うん、あんでこれがメルブラの、うん、あれキャラのこと言ってるんだったら僕はメルブラそこまで詳しくないんで、うん、メルブラのことはそんな分かんないです、ごめんなさい。いやでも他のキャラでいいと思います。だから多分おそらくそのザンギエフとチュンリー、じゃあどっちが簡単ですかとか、ザンギエフとガイルどっちが簡単ですかとか、うーんってことですよね。ベガとチュンリーどっちが簡単ですか、チュンリーばっかり言ってるんですけど、はい、何、ね、チュンリーなんか恨みあるんですか。ないんですけど、チュンリー絶対簡単なキャラだと思うんですよ、うん、いや簡単でしょ、速くて長い技持ってるって簡単じゃないですか絶対。いやで弾もあるし無敵技もあるじゃないですか。そうで、ヘルヘランは関係なく強い強いじゃなくて、うん、簡単なキャラだと思うんですよね、だって相手を触りに行くのはすごい簡単だから、うん、いやチュンリーはだって技揃ってるし、うん、あの簡単な部類のキャラでしょ絶対。そうだからなんかそういうのが難しいって感じじゃないですか。あのそういうのが簡単で、なるほど、それ以外はやっぱ難しいみたいな。ベガとかちょっと難しいですかやっぱ。いやベガ簡単な部類じゃないですかね、うん、あのね僕イレブン結構やったじゃないですか、うん、イレブンやって、あそうだ全キャラやってるもんね。あそうそうそう、ああこのキャラ難しいなって思った。僕ザンギ難かったんですよ。ああなるほど、マジでザンギは普通に結構難しかったっす。意外とめんどくさいんだろうね多分ね、やってることは結構ね、うん、大変なことやってるんだろうね多分ね、うん、そうそう、やられる側からしたらお前こんなんぐるぐるしてるだけやんけって瞬間とか、もうコパやってるだけやんけみたいなのあるんですけど、うんうんうん、実際使うと結構難しかったっすザンギは。意外とできないもんだよねあれね、うん、確かに確かにそれはある。だからまあ簡単なキャラはじゃあどんなキャラなんですか、キャラランク。簡単なキャラ、いやもう牽制があって、はい、なんかそう強い牽制があるで、飛び道具がある、うん、で無敵技がある、はい、であとはなんかいやまあこの3つじゃないですかやっぱ。それがあるキャラは簡単だってことですね、まあ、簡単だと思います。この3つあると、ためキャラ投げキャラはちょっと違うじゃないですか。ためキャラは多分弾出ないし、うん、大体手に出して、あと投げキャラ、ザンギみたいな、どういう位置づけですか、うん、ザンギは投げキャラはね、いやでもゲームによってちょっと変わりすぎる気がしますわ、まあ、だってスト4のザンギとかめちゃくちゃ簡単やし。まあそうだね確かにね、うん、スト5のザンギはみんなが思ってるより、てか僕が思ってたよりも全然難しかったです実際。あまあまあゲームによって違うか。え、じゃあ逆にサードで簡単難しいキャラ誰ですか。チュンリーとダッテリーがめちゃ簡単です。はいはいはい。で難しいのは剣です。あ剣難しいんですね。剣めちゃむずいですやっぱ。へえ、なんかいろいろ揃ってるからできるかなと思うんですけど、うん、まあむずいですやっぱ扱うのは。あのユンとか結構むずそうに見えるんですけど、ユンはそこまでかな。あへえ、やっぱ、勝手にかく乱できるから、剣ってそんなかく乱できることがないから自分で何とかしなきゃいけないんですよ。ああはいはいはい、にしては技は全部遅いので、うん、ぶっちゃけ他のキャラでいうと全部遅い方なんですね部類は、うん、だからちゃんと自分の移動距離、移動とか歩きとかそういうのをちゃんとやんないといけないし、うん、全部人確認しないと単価めちゃくちゃ安いし、うん、って考えるとやっぱりユンヤなんか飛んでシューッと降りる技があるんで勝手に相手が困るっていう、はい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 、のがあるからそこが違うの。めちゃくちゃ強い攻め手があるんだから、もう相手それで動かせるでしょってなっちゃう。そう、相手が絶対身構えるから、もう剣とかもう相手が大体年来るから、はいはい、それを受けなきゃいけないキャラだし、だから剣が一番むずいんじゃないかなと思うな多分。ああ、もう剣が一番難しいはあれっすね、もうサードやり込んだ人の意見っすね。ああでもそうなのか、剣って簡単な方なのか。じゃあそういうとでもダイヤ字があるから簡単か。あだってそう、普通のなんか僕とかあんまサードやったことない人からしたら、うん、剣はなんか使いやすいってイメージありましたもんやっぱ。あじゃあ逆かもしれない、ごめんね、違うのかな。あまり、うん、だ剣簡単かもしれない、ダイヤシガルが分簡単か。いやそう、ただ行くとこまで行くと剣多分むずくなるんやろうなって思うんで、うん、
だ表面を見るかその深い部分を見るかで簡単難しいって多分変わっちゃうやろうなとは思います、ね。ネクロとトゥエルバはむずいかもしれないね。あーまあ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 。あエレナ超簡単。あエレナ簡単なの。技がクソ強いから。はいはいはい。振ってるだけでもう大体タクになったりとかあるから。エレナ結構簡単かな。あと判定が小さいし。はい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 。うん。で前出しもクソ早いし。だから結構簡単かなっていうのがあるかな。ああまあそう言われたら確かにえやることはすげえ簡単そうですもんねエレナって。ゴーキが一番むずいから、ね、あれゴーキが一番むずいかもしれない。ああま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 あなるほど。マザーがすぐ死ぬから。うん。ユウは結構簡単だったと思うけどな。マコトも超簡単。マコトも超簡単。あはいはいはい。まあ、だってマコトもめちゃくちゃ強い攻めて押し付けるキャラですもんね。そう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 。だって前出し投げが12フレよ。あれ前捨てキャンセルかかるんですよね投げで確か。そう12フレームでもう投げ入られてんだよこっち。しかもあれ最大じゃないですかそれがほぼあでも通常投げはあんまりそんな高くないから、うん、辛さはあそうそう全然入んない全然通んないんだけど、うん、前出し投げはもう12フレで飛んでくるから、うん、どうすんのって感じじゃん。まあそうっすよね。ちゃんと抜けるなんてほんとむずいから。なるほど。まあそんな感じか。だから難しいキャラ確かにちょっとねやっちゃうと、うん、ちょっと難しい簡単がイメージ入っちゃうね。そう、あ、やっぱ、ね、そう、入っちゃうと思いますよ。初心者がやり始めた時の簡単かじゃないかっていうのはちょっと違う感じになっちゃって、うん、難しいな、確かに。まあだから、そのキャラ独自の勝ち方をしないといけないキャラとかは結構難しいと思いますね。そうだね。うん。まあ、ストファイブは今までちょっと、まあ、あのバーディーとベガが簡単って言われてたもんね。ちょっと前に。あ、そうですね、そうですね。それが簡単って言われてたから。だからそういうキャラ、なんで簡単かっていうのは多分、で技がもうやることが1個ぐらいしかなくて、うん、でそれを当てやすいっていうのは簡単ってことなんじゃないかなって気がするんだけど。ああま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 あ、その勝ち方として分かりやすいですもんね。強い技を振って当てるっていう。そうだ、チューニアが大盤やりまくって EX さんと EX 役率やってるのは大体ね、一応は攻め手になってるから。うん、いやほんで弾もあるし、その無敵技もあるし、そう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 、そうすごい使いやすいと思いますけどね、チューニアは。体格がなくなっちゃったのはかわいそうだけど。まあそうですね。っていう感じですね。っていうイメージですね。はい。わかりました。じゃあ、小銀さん、どれか。あ、じゃあ、もう一個ずついきましょうか。じゃあ、198全部いきましょう。今日だ、時間のっぽいもん、ね。はい。はい、どうぞ。黒人様、粉ガールになりそうです。このまま突き進んでいいでしょうか。いいんじゃないですか粉ガール。これ、本人に聞いてるってことは、うん、やっぱ、自分、迷ってらっしゃるんでしょうね、これ。うん、でもね、あっちゃん違うんですよ。はい。今日俺調子悪いじゃないですか、肌の。はい。調子のいい俺しか見てないんです、この女。ほう。今日見て、ちょっとやっぱやめ、引き返そうかなみたいな感じになってると思うんですよ、多分。やっぱちょっと黒人きついなみたいな。あ、ここまでなんだ。あ、俺寝たかと思ったんだけど、私、あ、黒人ここまでかみたいな。そうなってるんで、あまあまあ、はいはい、だからそういう時もあるぞ、お前。大丈夫か知らんぞ。しかも、お前、粉があるんだったら、あの、隠れ国士さんっていう名前にあの変更するからな。粉ガールなんてもないからな。隠れ国士さん。隠れ国士さんだから。だから黒人をの、踏み絵を外でやらされるからな。大丈夫か？あれですよね、隠れ国士さんって、うん、黒人ファンやけど恥ずかしくて言えない人たちの集まりっていう認識。そう。だから祭りでちょっと昨日見るの見たって高校生で。見るの見た。見たやつ。梅原面白かったよなって言って。そう。はいはい。で、お前誰見てんの？いや、俺もあの、メンハラとか、ああ、なるほど、なるほど。お前、まさか黒人見てんじゃないだろうな。まさか見るわけねえじゃん、あんなって。あんなデブでこあの、粉吹いてるさ、さすがラトビーとかさ、別になんか。めっちゃ詳しい。そう、めちゃ見てないのに。見てないのさ、あいつのバレーも絶対つまんねえもんだって、見てへんよとか。めっちゃ見とるよ、みたいな。詳しいな、みたいな。それが隠れ黒人。そう、隠れ、ね、バラさないように、こう、質素に生きてる。いや、いいよ、全然いいよ、来なさい。その代わり、あの女の悪口と下ネタ考えるんで、そこだけあの覚悟してください。お願いします。はい、僕はスタンス変えません。いいと思います。はい、じゃあ次の質問いきましょう。はい、はい、199。セクシービデオを見る格ゲーマーモノマネが大好きなので、もっと見たいです。そして YouTube でいつでも見られるようにしてください。これ、道倉さんじゃないですか？そうですね。道倉さん、やんないですか ?YouTube で。いや、これ結構再生数いくと思うけどな。いやね、再生数いくと思うんすけど、これさすがになんか、みんなの優しさに助けられて、うん、たまに出るから
いいんじゃないかって思ってるんですよ。わかります？いや別にいいんじゃねえ。たまにある出るからありがたいっていう、その僕はそう思ってて、はいはいはい、いつでも見れるようになったら、だからありがたみがちょっと薄くなっちゃうんじゃないかって、結果として面白くなくなっちゃうんじゃないかっていうちょっと危惧があるんですけど。そうだ、だってモノマネなんて絶対そういうもんじゃん。何回もこっちとつまんねえもんじゃん。まあ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 、それでも毎回面白いなんてないから。でも絶対動画化してやっといた方が、もうこういうネタでやってましたみたいな方が、なんかあなたの武器になる気がするんですけどね。え、でも大丈夫ですかね、それで。なんかあの、じゃあ例えば、うん、ボンちゃんとかタヌカナとか やるじゃないですか、うん、でめっちゃ、いや面白いってなって、やってよかったなとか思ったら、次の日、うん、あの収益化剥奪されてて、え、なんでって思ったら、うん、異議申し立てがありましたっつって、あ、レッドブルやとかなりません？大丈夫ですか？なるかもしんない。一応だからレッドブルとかそういうちょっとなんかケツ持ちが強そうなところは、はい、避ける、避けるし、なおかつちょっとあらかじめこう、どうですかつってやらせていただきたいんですけどみたいな感じで、はい、あらかじめ言っとけば。でもモノマネだから関係ないと思うんだけど、別にいかんのかな、どうなんでしょうね。全然悪くない。だってそれなんかよくあるモノマネゲームがさ、本人公認ですとか言ってるじゃん。はい、公認してるのもさ、売れてきてからやっとそうやってさ、やっていいですかって言っていいですよって言われるだけじゃん。ダメだよ。あ、まあまあ、そうですね、そうですね、うん。別に、仲のいい友達なのか別に関係なくね。普通に、ちょっと出したいんだけどいいっつって言って、嫌だったらやめるわぐらいでいいんじゃない。ああ、まあ、そんぐらいの許可取りあれば、まあ、うん、いい大丈夫ですかね、うん、いい口で。うん。でもむしろ、俺はなんでやんないのかなってずっと思ってた。ああ、マジっすか。ただ、下ネタだからイメージがって言うじゃん。それ関係なくない？だって、想像でしょ、あなたも。僕の想像っすよ、そうっすよ、うん。だから関係ないと思うんだよね、俺は。あの、見たら、こういうこと言いそうって思ってるだけ。あ、そうそうそう。だから、全然いいんじゃない？考えるか。考えておきます。本当に考えておきます、まあ、前向きに。一応ね、はい。はい、もう俺のは、じゃあ、ドス黒い系でやってください、お願いします。全然僕は大丈夫なんで、いじられて。あ、黒人さんのありますよ。あるんですか？ちょっと、ちなみに、じゃあ、はい、ちょっとやってもらっていいですか？あの、誰だよ、こいつ、女子高生って言ったやつは出てこいよっていう。ありがとうございました。声は別に似てないんだね。あ、そう、あの別にそのただその分かりやすい、あの濃くだったらテンプレのやつと、そう組み合わせてやるっていうだけで。なるほどね、はいはいはい。あの、そこ黒人サロンに関しては僕は別にあのクオリティは求めてないです。あ、なるほど、ね、だからアホらしいなーって言ってた。いや、そっちの方がいいや、絶対に。あ、それだったらいいんじゃない、全然いいと思う。全然でそれだったら怒るやついないだろ別に。いや、わかんないですよ。やっぱ自分の価値観なんで。誰が、いや、これさすがに大丈夫でしょって思ったけど、うん、いや、嫌だったって言われたらもうそれまでなんで。まあ確かにな、誰が怒りそうかな。ボン怒りそうだね。え、怒るかな。ボン怒りそうじゃない。そんなことないかな。あ、いや、マチャボ怒る可能性ある。マチャボでも結構いじってるよね。僕は言ってますね。大丈夫なのそれは。いや、大丈夫でしょ、別に。怒りそうな気がするって言ったのに煽ってるじゃん、うん、ずっと変わらず。うん、それ大丈夫なの。先輩やもん僕だ。あ、そうなんだ。あ、結構年先輩やもん。え、結構年違う。俺知らないんだ、マチョボの年。一個違いです。全然変わらないじゃん。、うん、ああそうなんだ。あ、そうかそうか、はい、まあ別に、まあそう、本人がいいならいいんじゃないですか。はい、まあ関係性できてるかもしれないじゃん、結構長くやってたらさ。はい、そう、俺とマチョブそんな長くないから、俺が昨日マチョブ煽り散らしたら多分マチョブ何だあの人って多分なると思うね。うん、でもどこだって昔からこうずっと一緒ね、あのギルティでやってきた人だから。そうっすよ、だいぶ長いですからね。そうそう、じゃあまあいいんじゃないかな多分ね。うん、だと思って僕はやってます。はい、わかりました、わかりました。じゃあモノマネいつか 見たいんで YouTube で頑張ってください。じゃあ全勝します。はい、200万いきましょう。はいはい、はじめまして、国人さん。ご質問ですが、ゲーム業界にはアスペルガー症候群や ADHD など、何らかのパーソナリティ障害などがある方も多いと聞いています。そういった方の付き合いで困ったことはありますか？うん。ちょっとごめんなさい、ティッシュが、ちょっと待って。はい、いきなりズルズルって言ったら。いや、これね、その、ADHD のはね、僕自分でその系あるんじゃないかなって、なんなら思いますわ、うん、僕。なんか、ちゃんと診断されたこととか、うん、思いっきり自分本当に調べたこととかはないんですけど、うんうんうん、なんかちょっと軽く見てるとこれ自分当てはまるんやけどなみたいなの結構あるんですよ僕。うん、確かに、うん、分かんないよ、その当てはめるからさ、それかどうか分かんないじゃん。
まあそうですね、診断されたらそうだけど、ね、実際はさ、その診断されてなかったとしても、うん、もうそうかもしれないじゃん、分かんないじゃん、これだって数値が出るわけじゃないでしょ、そういう。まあだから実際診断されて、あなたはそうです、違います、イエス、ノーで、ある程度多分は分類されるってなっちゃうと思うんですよ。でもそんな2分の1も、その血液の濃度を取って、この数値がこれ以上いってるから、あなたはそれ糖尿ですよとか、そういうことじゃないわけじゃん。あ、いや数値出るっぽいっすね。あ、出るんだ。うん、出るっぽいっすね。へえ、度数みたいなのあるんだ。へえ、そうなんだ、知らなかった。っぽいっすね。でもなんか言ってたよね、なんかあの梅原が自分で告白してたよね、俺 ADHD かもしれないって言って。あ、言ってましたね、梅原さん。言ってた言ってた、なんかそれツイッターでも言ってたもんね、うん、俺もなんか俺は絶対違うって言ってたんだけど、俺は安木によく言われる、あのこいつはもしかしたら、うん、その本当に最近あの言葉がおかしいのでとかあの本当にちょっと一回ちょっと見てもらった方がつってて、あ、もうあの言語やがやばいから、もしかしたらがあるんでみたいな、あの、はい、だから結構心配気味にあガチ気味、もしかしたらではない確信してる。確信するのはお前医者じゃねえだろお前は、はい、でもまあ俺があっても別にいいですし、ただなんだろう、俺が今まで嫌いになったやついるじゃないですか、ゲームの数人、はい、はいはい、それ多分これじゃねえかなと俺は思ってますけどね。ああ、だからその濃さがあると思うんですよね、だから重度のとか軽度のとかあると思うんで、うん、だ重度の人は本当にいや会話ならんっていうか、なんかおかしいぞってなるかもしれないですよね。そうそうそう、人間関係できないから、だったらちょっときついかなって感じ、うん、人間関係できれば別に、うん、別にこういう方でも全然いいんだけど俺は。そうですね、人間関係できないからちょっときついかな、さすがに。だって言ったら黒人さんもね ATP ですもんね。そう、俺は ATP、 そうそうATP、 あと P ね、紫色で頑張ってね、うん、はい、何を言わすんだ本当にやめろまあだからねゲーマーはね多分結構あの重い軽いはあると思うんですけど、該当する人多いと思うんで、まあ全然あの僕も黒人さんも問題なくあの付き合いできてると思います。そう、だってさ、こういう人でも気をつけれるんじゃないの、その気遣いとか人に対する。いやだからそこはやっぱ症状がすごいきつい人とかはあの考えられないようなことをしたりするんじゃないですか。あ、そうだ、これこいつありえねえみたいな。そう、あ、そうなんだ。それだったらちょっときついかもしれないね。でもこれ治る、うん、治る、いや治るんですかね、わかんないです。なんか薬飲むと治るとかするんだ。なんかうつ病って言うじゃん、心の風邪って言うじゃん、うん、だからうつ病って治るらしいんだ、ちゃんと。はい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 、風邪と一緒で。だから治るんだったら別にいいじゃん。でこれ治るの、俺わかんないんだけどさ、お医者さんじゃないから。どうなんでしょうね、僕もわかんないけど、治るんだったら治せよとちょっと思うんだけど、ね、これは。まあそうっすね、治るだ本当にこれのせいで、だから人付き合いとかコミュニケーションがちょっとうまくいかないっていうんやったら、まあ、絶対治すべきやし、うん、まあ、本人も治す努力はしてはるんやろうけどって感じっすよね、うん、言ったら治らないのかな、ね、分かんないけど。治らんってことある？いやー、だって脳って相当未知の分野多いらしいですからね、まだ。うん、うん、まあだからまだ治ない、あるんじゃないですか一応。まあでも、うん、あの多分だからもう人付き合い無理やなと思ったら、その離れるじゃないですか、離れていくじゃないですか。離れる離れる。うん。だそうなってない人は全然大丈夫ですよって感じですよね、僕ら言うたら。確かにちょっとねコメントでさ、うん、お前もアトピー治らんことある、言われたら腹立つやろって言われたの。うん、でもアトピーって多分治れるんです、治るんですよ。あ、治る部類、ぶっちゃけ、うん、軽減はできるんですよ、うん、ただ俺やってないだけなんですよ。ああ、ガチってないってことですか。そう、小麦粉食いてえし、はいはい、油食いてえし。あ、なるほどなるほどなるほど。もう絶対体に悪い、肌に悪いってことをやってるんですよ。白い砂糖を食いてえし、はい、もうこの3つがもうやばいんですけど、うん、でも治そうとしてないだけだと思うんですよね僕。やろうと思えば多分もっと経験できるんで。黒人さん、はい、それあのみんな言ってそうなんですけど、はい、それ黒人さんはじゃあもう食べたいものがあるから俺はあえて治してないと。もうそうだね、てかもう今となったらちょっともうキャラがなくなってるっていうか。うわ、出た出た。いや僕それのワンチャンそれかもなって思ったんですよほんまに。ワンチャンあるなって思いました僕。あ、俺これここなんだ俺立ち位置と思ったから、それはちょっと消せないなっていう、なんかね。はい、
皆さん、これガチのビジネスってやつです。これが本当のビジネスです。皆さん、今日よく覚えて帰ってください。お願いします。はい。いや、でもね、まあでも実際本当辛いですもん。だって小麦粉食わないとか。まあまあまあ。あとはさ、白い砂糖取らないとか、油取らないとか。無理でしょ、この時代。もう。こんだけ 外食化っていうか、その欧米化してきてさ、食が。うん、無理ですもん。変えられないもん。まあ、よっぽど意識して避けないとっていうのはあるでしょうね。そう、冷え泡麦食っときゃそりゃそうなりますけど、ないじゃん冷え泡麦が。この時代はそうっすね。逆にもう無理だよ、逆にね。まあだからそういうのがもしかしたら治らない方もいるかもしれないけど、まあどうだろうね。こ困ったことありますか。まあ困ったら切るって感じですもんね、うん、切るっていうか、うん、ごめんなさい、あの俺とは合わないかなと思って、普通に違う俺とは合う方とお付き合いされればいいんじゃないですかと思います僕は。うん、でまあそれで自分がその付き合いを切りたくなかったら忠告しますもんね。お前これ直してくれって。あ、そう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 、うん、注意してまあ友達だから助けようとするよね。それでいいんじゃないですか。で、あ、そうですよね、そうですよね。それでも変わらなかったらもうしょうがないなってなるし、うん、どうしてもその人とこれ多分こう喋って書いてあるんですけど、うん、なんかそういう人と付き合って困ったことありますかってことは、もしかしたら困ってる方かもしれないですけど、この人。ああ、確かに確かに確かに。付き合わないと周りにこういう人、この人しかいないとか。だったらまあ頑張るしかないしって感じですかね。まあそうっすよね。あの、本当に無理だなって思ったら離れるしかないし、それでも、あの、いや、離れたくない、直したいっていうんやったら、その、やっぱ忠告するしかないですもんね、自分が。そうそう、全然。なんとかしてくれって。全然言っちゃえば、全然言っちゃってもいいと思います。あの、深刻に言えば。深刻に言えば、ね、あの相手も伝わるんで。うん、あ、冗談で茶化して言ってるわけじゃない、あ、結構本当に嫌なのかなみたいな、うん、であとこういう世界にしか僕はいられないんですって言うのはそれはちょっと嘘で、もうこういう世界に逃げたいんだったら逃げればいいです、違う世界行けばいいって、はいはいはい、世界がいくらでもあるんでということですかね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ201番、ラジオネーム生駒ビーデル、はい、私は猫背で悩んでいます。ゲーマーは猫背の人が多いと思うんですが、お二人はどうでしょうか。もし気をつけていることがあれば教えてください、はい。猫背はね、うん、めちゃくちゃ猫背ですよ僕も。俺もめっちゃ猫背です、うん、気をつけていることやっぱでゲーセンに入れるやつ全員猫背だったよね。だいぶ猫背ね。だからもう こうなってる人いますもん普通に。そう、みんなそう。大貫さんもこうなった、うん、うんうんうん。で背筋いいやつたまにいるんですよ、ゲーセンでピシッつってとこにいるいるいる。なんでお前背筋いいのって言ったら、僕一回腰壊したんですよつって。昔は僕もこうだったんだけど、はいはい、腰壊してこうなりました。こうでしかゲームできなくなっちゃったっつって、痛すぎて。はい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 。だからっていう。だから普通は最初はその人も猫背だったし。だからあなたも腰壊せば治ります。多分一回腰壊しましょう。ぎっくり腰。重いものを急にも持って立ち上がろうと。そうなった瞬間もうめっちゃ背筋良くなりましたです。もうピシッつって。はいはいはい。あれは領事すぎるんですけど。まあ、ぎっくり腰になりましょう。まあ僕とかはやっぱその体曲がってるなってその意識したらもう意識的にこうやってビシッてなんかうーんってするようにとかはしてます。あ、こう胸張ってね。そう。うん。猫背ね。そう。っていう風にはしてます僕は。だから僕は田中奈にも、お前猫背マジで気をつけた方がいいぞ。ちゃんとあの配信中とかあの。なんか姿勢良くないなと思ったらちゃんとこうやってビシッてやれよって、そうだ、ね、こう言ってます。カメラでカメラ正面向くと光が見ちゃうから横向いた方がいいもんね。そう、横向いた方がいい。そう、横向いてこうやれっつってね。そう、うん、そうそうするとカメラで見えてその自分がピシッと伸びてるから見えるからっつって。そう、正面の方が見づらいもんね。もっと、うん、もっとローアングルでもっともっと下もっとはいっていう感じですかね。なるほどね、いいと思います、はい、それは強く言ってほしいって言ってる、はい、あ、そう、いいですね。はい、そうですね。あとはでもゲーミング今その整体師あるじゃないですか、誰だっけあいつ、マリオさんですか。マリオ、そう、マリオさん、マリオ、はい、マリオ君のとこ行けばいいんじゃないですか。あ、確かに、あの関東近郊だと結構直してくれるんですか、多分そういうの。ゲーマーならね、うん、マリオさんのとこ行けば結構安心感あるだっていうのは確かに思いますわ。さすがにあんだけ名前打っといて下手なことはできないと思う、商売で。うん、ちゃんとやってくれると思う、さすがに。もうね、むちゃくちゃ言いふらは、言いふら、ね、なんていうの、言いふらされる、言いふらされる、小口さんちょっと俺、精密結果もう一回行こうかな。あの、ね、これ言いふらされるから、はい、だからちゃんと、あの、皆さんね、あの、ちゃんとやってくれると思います。整体もね、いいと思います、本当に。はい、わかりました。じゃあ次の質問行きましょう。202番。はい。
ドブラさん、黒人さん、いつも配信頼しませていただいています。早速でございます。はい、ありがとうございます。記念すべき第10回ゲストなしの雑談メイン会ということで、気楽に話せそうな質問をさせていただきます。うん、ドグラ様、黒人さんも配信上で何かを食べる姿をよく見かけますが、うん、食べ物関連で誤信を考えてみるというのはどうでしょうか。うん、例えばドグラさんだとお菓子をよく食べている印象があるので、お菓子誤信とかいろんなテーマでサクッとトークできそうなので聞いてみたいです。今後ともお二人の配信楽しみにしております。なるほど。なんだろう、食べ物関連で誤信でしょ。うん、お菓子誤信決めます。お菓子詳しいですか、黒人さん。あ、まあまあ詳しいですよ、僕。あ、OK です、OK です。じゃあ、お菓子ごしにちょっと考えましょう。うん。でも、まあ、お菓子でしょ。さすがにうまい棒じゃないですか。あ、あと、そこ。ポテチ。ポテチ。カルビーのポテチ。薄塩。薄塩っすか。うん。あ、薄塩。コンソメですか、薄塩ですか。コンソメでしょ、薄塩でしょ。僕、コンソメっす。あ、そうなんだ。もしかしてそれ2つ入るかもしれない。だってぶっちゃけ、え、待って、うまい棒何味ですか。俺は明太かな。明太、俺明太嫌いなの。あれ明太が一番好きだ。俺明太が嫌いなのに明太が一番好きかな。はいはいはい、あとはチーズか、コンポタージュ。ほうほうほう。うん、で、あとはとんがりコーン。とんがりコーン何味ですか。焼きとうもろこし。あ、緑でしょ。緑はうまい。うん、焼きとうもろこしでしょ。ほんで、あと、まあ、チョコだと、うん、チョコだとやっぱ小枝とかなんのかな。あー、小枝か、おそらくね。俺はね、クランキーも好きだけど、あ、カラムーチョも好きだ。うん、あー、でもな、カラムーチョ誤信ないのかな。誤信はね、僕ね、柿の種入りますね、僕。ああ、まず入ってなかった俺。あ、うん、入ってる。柿の種は入る。あれお菓子なのか。そうか、まあ一応お菓子か。そうだ、お菓子、お菓子、お菓子でしょ。そうだ、あられ、あられっていう部類でね。うん、確かに。うん、あられだったのかな。柿の種やろ。あと僕、お菓子ごしん、僕チョコアンパン入るかもしれないです。チョコアンパン入んの。え、僕めっちゃ好き。マジで。え、チョコアンパン相当強くないですか。あのサクサクのチョコ入ったやつ、パイのやつあるじゃん、ちっちゃいやつ、なんだっけ、パイの実。あ、はいはいはい、パイの実じゃなくてチョコアンパン。いや、僕チョコアンパン有利っす。あ、俺絶対チョコ、もうパイの実だわ、あれ。あ、マジっすか。うん、あ、ハッピーターンも書いてあるわ。あ、ハッピーターンうまいっすね。ハッピーターンもいいやん。僕あとスコーン、バーベキュー。あー、スコーンもうまいな。そう、スコーンだけだね、バーベキューいけるの。俺も確かに。ちょ、あと僕、うん、これもう多分廃盤になっちゃったお菓子、絶版になっちゃったお菓子なんですけど、その昔あの暴君ハバネロのなんかシリーズで大魔王ジョロキアってあったんですよ。もうそれ多分一番美味しくて今まで食ったお菓子で、うん、僕その時期買いまくってたんですけど、うん、なくなったんですよ。へー、ハバネロだからめちゃくちゃうまいから。辛すぎてちょっとダメだったの。いや、ね、多分人気なくなったんかな。ああ、そうなんだ。へえ。僕は超好きやったんですけど、うん、大魔王ジョロキアマジで美味しいから、もし、うん、リスナーの皆さんどこかにあったら、サイクロプスベース、僕のこの事務所まで送ってくれたら謝礼をあげます。謝礼をお渡しします。送りますんで、はい、本当に欲しい。はい、まあ確か、そう、まあそうか、だから辛いの好きなんだ、結構意外と。辛いのは結構好きです。俺ってもあと何がある？もうちょ、ほんとそれだけだな。まあ、あと僕チョコやったら、チョコはね、メンズポッキーかなりある。あ、そう、メンズポッキーかなり上位。違う、俺ね、メンズポッキーのあのさ、あのクラッシュがついてるやつじゃん。クラッシュ、あのアーモンド。あー、あれね、プレッツェルみたいなやつ、ね、なんだっけ、なんだっけ、あれ名前、あれ好き。ただの俺、あのポッキーよりもそっちが好き。あのクラッシュがついたやつね。そうそう、アーモンドクラッシュ。そう、なんだあれ、わからん、名前忘れた。あれ、あー、アーモンドクラッシュ、クラッシュついたやつ。うん、はい、あのつぶつぶがついてるやつね。そうそう、あれうまい。だ、俺ね、多分ね、そチョコ関係って生のチョコとか、うん、なんか板チョコとか、そういうね、チョコで来るよりもなんかね、ちょっと中にカシュカシュしてるやつが入ってるやつ好きなんだ。あー、じゃあトッポどうなんすか。トッポはまだ大丈夫、まだ外側のちょっとパリパリするか、外側が。
なんかその、はいはい、アーモンドとかそのあのクランキーみたいなカシカシしてるやつ入ってるじゃん、うん、ああいうが好きなんだ俺。あーなるほどなるほど。生のチョコだけだとちょっときついんだよね。ビックリマンチョコも大丈夫、大好き大好き大好き。え、じゃあサシャとかメルティーキスとかどうですか。いやだからちょっとあれその生チョコ寄りじゃん。あ、チョコチョコしい、そうチョコ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 しい、ちょっとはい、ちょっときつい俺は。なるほど、わかりました。だからパイの実とかはねちょっといいし、あのパイがちゃんとあるから。あーそっかそっかそっか、パイ生地がありますもんね。そう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 。チョコパイ僕かなり好きっすわ。チョコパイって何。え、チョコパイ知らん。知らん。チョコパイ、え、チョコパイ、チョコパイ、え、あの白い箱に6個ぐらいチョコのパイが入ってるやつ、うん、え、チョコパイ知らず。知らん。チョコパイ、え、僕チョコパイかなり上位っすわ。え、マジで食ったことないチョコパイ。あ、これか、知ってる知ってる知ってる、うん、いや俺好きじゃない。あーそうなんや。なんかね、柔らかすぎる。俺チョコね、なんかね、そうエンゼルパイみたいな、ちょっとか硬くあってほしい。あ、じゃあね、じゃあ、1個教えておきますわ。何。チョコパイ、うん、冷蔵庫入れておいてください。え、うまいの。硬くなります。で、美味しい。美味しい。あ、じゃあちょっとカシュカシュするというか。いや、カシュカシュはないかもしれんけど、その多分常温のチョコパイって多分食感、うん、むにゅって感じ。そうそうそう、まぬって感じじゃん。なんかそう、まぬって感じじゃないですか、うんうんうん、あの冷蔵庫入れとくと、うん、カリってなる。ちょっと、あー、それだったらいいね。冷蔵庫入れるのはかなりいいっす。あー、それは知らん。うん、やってみてください。あー、なるほどね。あー、知らんかったな。あ、冷蔵庫保存は基本って書いてある。ほんとかよお前ら。いや、マジであのいいと思いますよ。チョコパイね。あー、いいね、確かに。うん、あの、じゃあ結局何、どう誤信って決める。誤信でしょ。柿の、僕は柿の種、プリングルス、サワークリーム。プリングルス来るんだね。うん、アラポテト、うん、いや難しい。じゃあ本気でやっぱこいつ歌詞好きだからな。チョコアンパン、うん、カプリコ。カプリコ、ああカプリコね、はいはいはい。なんかやっぱちょっとあれだな、お前若いな。マジっすか。柿の種結局入らなかったって。入ったか。入った。柿の種は僕なんか若いなと。俺やっぱちょっとおっさんなのかな。実際そのとんがりコーンは俺入るんだけど、うん、まあ、カルビル薄塩でしょ、うん、でね、どんどん焼き多分。ああ、どんどん焼きいいっすね、駄菓子。あとラーメン太郎。あと、あ、はい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 、なんかそう駄菓子系がやっぱ好きになっちゃうんだよね、やっぱね。はいはいはい。あとなんだろうな、キャベツ太郎とか。いや、それはね、もういった、もうね、あの、あとはうまい棒かね多分。ああ、同じ系列のやつだとやっぱうまい棒かなっていうになっちゃうから。あー、駄菓子寄りっすね。俺は駄菓子寄りだね今。だからその買うとしたらね、あれタラタラしてんじゃねえよとかは。何それ知らない。え、タラタラしてんじゃねえよ。知らない知らない。何タラタラしてんじゃねえ。え、ほんまに知らん。タラタラしてんじゃねえよ。うん、タラタラ、嘘。え、タラタラしてんじゃねえよ。知らないってある。え、これ知らない。これ本当に知らない。え、マジで。名古屋ないよ多分これ。え、名古屋ない。なかった。いや、なかったなかったなかった、名古屋なかったよこれ。え、それ駄菓子界の時戸さんぐらい有名っすよ。え、これ本当になかった名古屋は。マジっすか。あ、ないない、絶対ない。え、これ駄菓子界の時戸さんぐらいありますよね、タラタラしてんじゃん。じゃあ名古屋の名トークがマジない。これは見たことない。これはマジっすか。名トーク俺マジで見たことない。これは俺40だけどね、41今年。はい、俺本当にこれ見たことないぞ。あ、マジって、うん、タラタラしてんじゃん。いや、こんだってまずヘビメタの絵なんかないもん、うん、だって普通はラーメンマンか、なんかそういうなんか変なやつだもん、うん、あ、マジっすか。いや、じゃあ地域なん。でもね、名古屋で、ね、ある名トークあるわって言って、いや、お前名トークじゃ何歳、お前20歳ぐらいだろ、お前どうせ。40年前だぞ、お前30何年前ねえから。まあでも、駄菓子はね、そう、地域差、時代差結構あるから、うん、それはあり得る。黒人さんのあれ
時代に中田はありえますね、普通に。まああったかもしれない、絶対あるとかって言われたけど、俺めちゃくちゃ言っとったわ。俺薄いとか、まあ、知らんだろお前、お前あのかなりにある薄い。お前多分もうねえけど。あーか、もうこれ黒人さんあかん状態入ってもらもうモードモード入ってもらった黒人さん。めっちゃ言ったわお前。いや、じゃあ今度食べてみてくださいよ、うまいっすよ。タラタラね、オッケー。タラタラしてんじゃないの、はい、タラタラしてんじゃないよ、お願いします、はい。まあそんな感じかな、だからちょっと駄菓子寄りになりそうだね。はいはい、今とりあえずこんなもんで。変な声聞こえなかったよ。違う、なんか聞こえましたよ。そっち、こっち、そっち多分そっち、なんかお帰りなさいって聞こえましたよ多分。あ、本当、あ、じゃあいいや、はい、あ、大丈夫、奥さんかな、まあ、まあ、いいよ。はい、わかりました。聞こえないから、これ、はい、ごめんなさい。はい、お互いのおか、あれ、駄菓子ご神、お菓子ご神、はい、こんなところで、はい、わかりました。まあランキングは分かりやすく盛り上がりますからね。 あれは野菜だと、じゃあもう誤信めんどくさいから野菜全一決める。あ、全一野菜ですか。僕全然いいですよ、もう決まってます。僕また聞こえた。ご連絡くださいって聞こえました。ちょっと待って、え、結構やばい、ちょっと待って、どっから行った、わかんないです。でも多分そっちから聞こえてますよ。携帯じゃないですか、普通に。なんで言った？ご連絡くださいって言ってました。お帰りなさい、ご連絡ください。あ、お帰りなさいか。じゃあいいや。あ、大丈夫？ちょ、ごめんね。はい、すいません。はい、大丈夫ですか？大丈夫だと思います。ちょっと片方だけにしておきます。危ねえ、ごめん。はい。はい、すいません。一応一家のあるじゃん。すいません。僕は守んなきゃいけない。ごめんなさい。確かに、はい、野菜越しね、ちょっと待ってよ、どうしようかな。あ、いや、野菜王を決めましょう。野菜王、あ、それ野菜1位でしょ。1位、僕決まってます。1個って言われたら僕1個あります。野菜は、野菜か、1位か。いや、むずいな。1個、マジで1個、僕ありますよ、1個。めっちゃ好きな野菜。生で食える、余裕で。お前分かったわ。トマトだろ。あ、違います。違うの？トマトも全然好きなんですけど、誤信やったらトマトは入ると思う。はんはんはん。けど、1位ではない。俺、まあでも。じゃあでも、今悩んでるの言っていい？あ、いいですよ、いいですよ。ね。キャベツ、玉ねぎ、ニンニク。ニンニクってあれ野菜？ニンニク、野菜、いや、ニンニクちょっと野菜カウント外しましょう。それじゃない、うん、キャベツ、玉ねぎ、ネギなんだよ多分俺。あ、ネギか、はいはい、いいっすね。この3つで多分困ってるっぽい俺は。僕1位ブロッコリーです。は？なんで？めっちゃ好きなんですよ僕ブロッコリー。あ、だからもう痩せてんだ。え、関係ある？ボディービルダーとか、はい、もう鶏の胸肉とブロッコリーしか来ないんだあいつら。ああ、それは言いますね。そうそうそう。いや、だから僕ブロッコリーめちゃくちゃ好きなんですよマジで。なんでなんで。まあマヨネーズつけるとうまいけど。いや美味しい、普通に美味しい。そうだけど、なんかマジで、マジ何がいいんだ。でもキャベツとか炒めた方がだってさ何でもできるじゃん。でみじん切りして茹でても美味しいんだね、キャベツって。いやブロッコリー茹でてマヨネーズつけるだけでもう宇宙っすよあれ。でもそれ1回しかできないです。それしかないじゃん、やつの行き余って使い方。はいはい、それしかできない。残儀みたいな感じじゃん、もう投げキャラだけじゃん。いや、でもだからそれがいいんですよ。ああ、なるほどね。もうあの不器用さ、食感がいいし、うん、で栄養価も高いんですよブロッコリー。ああ、栄養価高いね。そうだから、もうブロッコリー1本でいくっていうのがいいんですよもう。でもマヨネーズなくても食べれるじゃん。食べれる、生でも食べれる。あ、すごい。俺やっぱで、うん、あのサラダに入ってると、うん、なんか満足感ある、まあ、食感がゴリゴリしてるし、ね、そうそうそう、確かにね。俺やっぱ玉ねぎかなと思ったら、やっぱり、あ、玉ねぎか。タッチのさ、キャベツとはもうすごいいろいろあるじゃん。でもキャベツ、あの玉ねぎも炒めてもうまい、みじん切りもうまい、サラダにもできる、うん、なおかつもうあのみじん切りしてカレーに入れて 甘い色になってさ、そのスープとか何か甘くできるわけじゃん、ハンバーグとか。あ、もうだから汎用性最強ってことですね。そうそう、だから玉ねぎなんじゃないかなって気がしてきた、うん、俺は全員一は。
なるほどね。だと思うけど、みんなどうなんですかね、まあ、分かんないけど。はいはいはい。そう、かき揚げでも、た玉ねぎは何でもできるもんね。多分玉ねぎ、まあ、玉ねぎは確かに相当強キャラ。玉ねぎは強キャラ、マジで。多分その理論で理屈でいくとトマトも強キャラっすね。あ、トマトもね、生で。でもそう、玉ねぎ生でいけないんだよ。はいはいはい。生だと辛すぎて食べれないから。確かにそうだね、トマトは生でもいけるし、スープになるし、炒めてもうまいし、うん、まあそうだな、確かに。トマトが、いや、加工品、トマト加工品のうまさがやばいっすからね、ケチャップとか。そうだよね、うん、トマトソースとかね、うん、確かにそうだ。だってトマトなかったらイタリアなんかほとんど通用しないもんな。いや、そうっすよ、うん、トマトマジでめちゃくちゃうまみ詰まってますからね。なあ、確かにほとんど トマト使うもんね。でも俺トマトあんま好きじゃないんだよな、うん。あ、そうなんですね。あのトマトソースとかそういうのはいいんだけど、なんかトマト生だとなんかね、酸っぱいの嫌いなの。あ、鬱陶しいこと言っていいですか。何？イタリアでトマト食ったらトマト好きになりますよ。鬱陶しい。でしょ、鬱陶しいでしょ。でしょ。イタリアのトマトめちゃくちゃうまかったね、マジで。あ、そう、すごい自慢された今。マジでうまかったんだ。でも違うのやっぱ。ボーノ。うっざ。ボーノ。あ、そう、そんな美味しい。ボーノってやっちゃう、こうやって。やっちゃう。勝手に出ちゃう。うん、何が違うの、イタリアと日本のその。甘い。あ、それフルーツトマト使ってんだっちゃう。いや、わかんないですけど、とりあえず向こうで食べたトマト全部めちゃくちゃ甘かった。生でも？生で。それは A とか言ったんじゃないの、そのフルーツトマト的な。フルーツトマトだって日本で甘いじゃん。いや、それは僕もね、そんな道端の畑になんか転がってるトマトバッてもじって食べたりはしてないですけど、ね、でも全部甘かったっす、マジで。めちゃくちゃ美味しかった。知らなかった。うん、そうだね。まあまあ、ちょっとね、じゃあトマトいいのはね、イタリア、まあ、イタリア行くことないですけどね、もう。うん、俺、多分金輪じゃないと思う、多分俺、イタリアは。かな、いやー、分かんないっすよ、まだ人生何十年生きるか分かんないですけど、コロナあるし、はい、なんかイタリアってさ、なんか飯がまずいって聞くじゃん。いや、イタリアめっちゃ飯うまいっすよ。イタリアうまいんだっけ、イギリスが。イギリスまずいんだよね、そうだね。あ、イタリアうまいのか。いや、わかんないですよ。だって全世界アトピー選手権イタリアで開催されたら、黒人さんマジで行くかってなるじゃないですか。それは出場するしかない。そうそうそう、仕方ない、行くしかねえってなるでしょ。わかんないです、何が起こるかわかんない。なんだそのアトピー選手権。10分間で粉のグラム数競いますね。そうそうそう、あのオーラまとってると思ったら粉吹いてるだけみたいな。あれが日本のカツスタだみたいな。あるかもしれないって。なるほどな。ジャパニーズパウダーって言って言われるかもしれない。そうそう。おー、藤山って。はい、ということなんで、分かりました、参考にしていただければなと思います。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。はい。はい、203。ラジオネーム、四太郎。ドグラさん、太田さん、こんばんは。毎回お便りを募集していますが、送る方も何を書けばいいかわからないと思うので、運営の方で毎回メールのテーマを決めた方がお便りを送りやすくなると思うので、運営の方で毎回メールのテーマを決めた方がお便りを送りやすくなると思うんですが、どう思いますかと安木さんに伝えてください。安木さん、思います。確かにね、はい、これからテーマ作ってください。お願いします。お願いします、安木さん。でも結構来てるよ。うわ、言い訳してるぞ。言い訳してる。結構来てるから、ラジオネーム四太郎さんのことに対してどうでもいいということですね、安木さんはね。そういうこと言いたいんだ。しかもこの人のあのなんかちょっとお便り、ちょっと語彙のあれが怪しいんですけど、これは三太郎さんをモチーフにしてるとか、そういうことなんですか。もしかしてそういうことなんですか。だからそうかもしれないですね。あえてね、あえて三太郎寄りにちょっと書いてるかもしれないですね。うん、まあ、でも何送っていいのか分かんないのはマジっていうのはあるから、うん、なんかテーマみたいなのは一応用意しといてくれたら、まあ、テーマに沿ってもいいし沿わなくてもいいしみたいな感じで、うん、まあ送りやすくなるからね、うん、そうですね、送りやすさはできるかもしれないですね。だってこれ6.0ですからね。はぁ、あ、うるせえ、やれ安木さん、すいません、お願いします。あ、いや、お願いします。やってるとかいらねえとかね、やれっつってんだよ。四太郎さんが言ってんだよ。OK、 じゃあ次の質問いきましょう。はい、204番。ラジオネーム、アダムスミス。ドグラさん、ヤスキちゃん、太田、こんばんは。
黒人テレビリスナーでいつも楽しく拝見しております、はい、以前黒人さんのバルヘイム配信を見ていたら木材や鉱石を拠点に持って帰るときに利確という言葉を何とかの一つ覚えみたいに連呼していました、はい、調べたら利確という投資用語をゲーム内でアイテムを獲得した意味で使っているようでこれだけ連呼するということは最近覚えたばかりの用語でそれを使うのが楽しいのだと思われます。ドシバナの高田天使会で投資の話が出ていたのでその流れで自分も投資を始めたのかと推測しています、はい、どこかのバルヘイム配信で投資やりたいんだけどねと言っていましたが黒目に見ています。もう始めてると思います。そこで質問です。プラバイは今いくらぐらいですか？お示ししください。エタリ駅で野蛮博が開催されることを願っています。あと理覚言いすぎてその言葉嫌いになったので爽快感と同様二度と言わないでください。よろしくお願いします。うるせえわお前は。え、もう実際始めてるんですか？いや、やってないです。まあ本当にやってないです。これ本当に冗談で。冗談抜きでマジやってないんで、やったら逆に言うたいです。配信のネタにもなるかなと思うし、はいはい、マジやってないんだ。で怖いからやってないだけです。はいはい、本当始めたい。あ、なるほど。あのどうしていいか分かんない。でもなんか損するじゃないですか、何も知識ないまま言ったら。まあ諸狩りされますよね。諸狩りされるのがオチなんで、誰かがちゃんと付きっきりで教えてくれるんだって勉強させてくれたらいいなと思ってんだけど、なかなかね、うん、周りにいるんだけどちょっと遠いんですよ。はいはいはい。高田健司が東京だし、結構あいつ一人の時間好きだし、うん、だからなんかあんまその、うん、相談する相手ではないっていう感じで、うん、もっと仲いい人間がやってたらまあやるんかなって感じなんですけどね。ああ、え、でどこの株行ってるんですか？え？ええ、行ってねえって。行ってねえって。あ、マジですか？聞いてねえか。株じゃないらしいですね、投資。うん。え、何？あ、ラブライス、ラブライス。ラブライス。本当に分かんない、はい、やってないから。え、どこらいやってる？僕ですか、うん、僕昔仮想通貨やったんですけど。え、やったんだ、どうだった？いや、まあちょっとやったけど重くそ処刈りされて終わりましたね僕。え、今だってむちゃくちゃ上がってるんでしょ？あ、今上がってるみたいですよ。ビットコインなんか650万とかいってるっぽい。だから今持っとけばさ、その頃のやつ。いや、そうっすよ。だから、え、売っちゃったの？もう僕だからその時処刈りされて、はいはいつまんねっつって全部とりあえず手放して、今久しぶりに見たらドカーンって来てて、うん、もうあ、はいはいはい、面白い面白いみたいな感じですよ僕。じゃあ置いときは相当上がってた？置いてたらめっちゃ上がってます多分。うわ、マジで？うん、すげえな。でもだからああいうのってやっぱもううまい、あの僕らみたいなパンピーに話が回ってくる頃って、うん、もううまいやつが稼いで、もうカスカスのもうこの昆布出し出えへんぞみたいな状態で回ってくるんですよ。はい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 。まあそうだろうね。そう、サンちゃんも運勢もやられたって言ってたの？なんか書いてある。あ、サンタロウさんめちゃくちゃやられたと思いますよ。でもサンタロウもじゃあ今そのやられたのを放置しとけば多分相当今やばいと思う。あ、だと思いますよ。だって単純に考えて僕らがその初狩り第一初狩りタイミングでビットコイン200万ぐらいやったんですよ、うんうんうん、今650万円から3倍以上になってます。そうだね。だからなんでそれ売っちゃったら、もういいや、じゃあ放置しとこうってならなかったんだ。いやいや、もう人間ね、今売ったら損害ここで済むって、これ以上下がったらうーあーってなるんですよ。で、その下がりそうな勢いだったらね。そう。ああ、なるほどね。あるじゃないですか、ジャグラー売ってる時も運ゲーで2000枚ぐらい出て、でも半分飲まれて、どうしよう、今やめたら1000枚あるぞ、なるじゃないですか。そうなるな、確かにね。そう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 。そういうことか、損切りが大事、そういうことね。あ、サンちゃんはあの手放してないから、結構戻ってきてるの、サンちゃんは。あ、そうなんですね、よかったですね、うん、じゃあ。だそれは全然あの美味しいっすね。じゃあ、なるほど、正直運か、うん、まあてかそう言って金持ってるやつなんか現金化しようなんて思わんし、放置しとけばいいもんね。あ、そうっすよ、そうっすよ。だって本当に必要になった時に買えるだけでしょ。そう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 。ただその手放すタイミング次第でまあお金の額がちょっと変わりますよっていうだけ、うん、だよね。そうだよね、多分そうだよね。でしかもだってその時その月とかその年利益で出過ぎてたら、うん、そのあまりにもそのビットコインも利益出てたら税金がやばいから、逆にその利益あんま出てないときにとかさ、利益出たら逆に損益があるときにその使いたいとかいろいろあるんじゃないか、作戦が。ああ、まあだから税金対策にも使えるでしょうね、その気になれば。そう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 。え、詳しいっすね。その税金対策は結構詳しいですよ。あ、いや、ああ、そうなんですね。え、で、どこの新興株行ってるんですか？だから行ってねえって。株は行ってねえってから。でもそういう話聞くから、あ、やっぱそうやってみんなやってんだな、みたいな感じで、はい。俺は全然やってないから。はいはいはい、やった方がいいんだろうなって。だからみんなやってるじゃん。え、みんなやってます？結構やってない、大人って。みんな？
どこで？じゃあお前に言っても分かんない人？お前に言っても分かんない人。結構社長さんとか結構やってるから。あ、はいはい。そういうもんなんだろうなっていうのが。いやでも普通にだって始めようって気になりません？その周りもやってたら。なるんだけど分かんないからさ、絶対損しそうじゃん。いやだから聞いたらいいじゃないですか、もう普通にそのなんかイナゴじゃないですけど、どの株買ったらいいんですか。でもそこまでなんかやる気もないって感じ。あー、モチベもないし、別になんか、まあ、そんなことに今僕配信がやっぱ命なんでっていう感じ。ちょっと待って、ちょっとあの眉間にしわ寄せてそれ言うやめてもらっていいですか。あのなかなかうざかったです、それ。結構うざい表情でした。やっぱみんなこうやって来てくれるコメントのみんなとやっぱ一緒にあの上に上がろうぜっていうのが僕の夢なんでさ、はい、黒人さん株やりまくりで爆儲けだそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、わかりました、次行きましょう。じゃあ次205番。はい、ラジオネームデビルハグキ。あ、デビルハグキ。ふざけんな。格ゲーのキャラ選びをする際の基準を教えてください。逆に絶対使わないキャラもいれば聞いてみたいです。あ、ね、あ、めっちゃ弱いキャラは僕絶対使わないです。あ、僕もそうですね。うん、あのメインキャラには絶対しないです、うん、最初だったらね。うん、絶対しない。あとはなんか、まあ、一応はなんかボクサーキャラ使ってるんでそっち系ですね、僕は。黒人と。ああ、なるほどなるほど。あとはなんだろう、あれクソみたいに強いキャラ使わないです。ああ、もうはい、最強みたいな。だからもうセスみたいなキャラ絶対使わないですもんね。ああ、なるほどなるほど。なんか相手が絶対つまんないと思っちゃうんで俺。ああ、それ使うと。そう。あ、じゃあもうサードのチュンリーとかそうですか。あ、そうそうそう、サードのチュンリーとかユンとかはメインには絶対しない、うん、あと、まあ、サードのチュンリーはてかユンはねまだいいんだけど、ユンチュンはちょっと強いけどまだいいんだけど、オロとか絶対使わない、うん、うざいもん絶対相手が。あ、もうクソすぎるから。そう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 、ユリアンとかね。あのサードのユリアンもクソなんですよ。あ、マジでクソっぽいっすね。まあ、チュンリーもクソかな。うん、そう、あの相手が本当は攻め合って強いのがいいと思うんですけど、下がって強いやついるんですよ。カッツのそいつだけなんですよ。まあ、あのチュンリーとユリアンとあとはトサマコトなんですけど、この3人だけ下がって強いんですよ。下がって強いとちょっともう終わってるんで。いやだって僕垂直ジャンプ大キックしかやらんユリアンめちゃくちゃきつかったっすでしょ。強いでしょ。あれしかマジできつかった。あれをめんどくせんだあれ、うん、だからそういうことやられるとつまんねえなってなっちゃって、もういいやってなっちゃう、うん、なんかだからってなられるから俺が、うん、なっちゃうから、あ、絶対こうやって思う人いるだろうなと思うから自分は使わないから、ね、ああ、まあ普通に相手にもそんな思いさせたくないなっていう。そうそう、だから対戦ゲームだからさ、やっぱお互いが別に負けてもいいじゃん、楽しければって思っちゃう。まあまあまあ、まあ、いや、あのね、最近その考えを持ってる若者っていうか少ないと思いますよ。その対戦ゲームってやっぱ、うん、相手の時間も奪うっていう認識、やっぱおじしかしてない気がしますわ。はあ、はあ、うん、若い子は、まあ、勝手なイメージですよ、勝手なイメージなんですけど、はあ、やっぱ対戦って相手の時間も奪うんだよっていう認識をして、うん、ゲーム対戦をしてる若者がちょっと少ないような気はする。いや、でもそうかもしれないわ。だって俺ら対戦相手名古屋で俺3人しかいなかったんだ、俺含めて。だから2人しかいないの、うん、そのうちの1人が亡くなったらもうそいつしかいないの残り、うん、だから対戦すること自体がすごく貴重だったから。はい、そうですね、そうですね。対プレイヤーを尊敬した人を増やそうとしてたから、今なんかネットで誰かしら対戦できるもんね、うん、だから別に対戦なんか別に相手がなんかいなきゃいけないとか言ってっけどさ、別にいるからいいじゃん、よくねみたいな感じになってるよね。いや、ね、そう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 、うん、別に自分が用意しなくても無数に対戦相手オンライン上でいるじゃん。じゃあそんなん別に相手の時間奪うとか知らねえよって思っちゃっても仕方ないんですけど、うん、まあ本質として相手の時間も奪うから。だってオフラインでなんかすげえクソプレイばっかされたら、うん、はってなるじゃないですか。なる、絶対なる。そうそう、ふざけんなよってなるから。だから今のオンライン環境やと、だそれを感じる部分が少ないそこもあるかもしれないですね。そうだね、いや、そうかもしれない。それも時代のあれだね、弊害なんだろうね、多分ね。そうですね、うん、便利になったっていうのはあるかもしれない。ワンコインかかってね、そう、まあ、それもあるかもしれないね。俺らそれが100円でやらされてたからさ。いや、そうっすよ。高い時なんか200円でやらされてた、バージョン2とか。バカみたいだからだったから、だからもうさすがにそういうことはちょっとしなくなるよね、多分。真面目にやりたいとか、負けたくないってなるからね。まあ普通に、てかあのゲーセン行ってやってると相手に悪いなって思う瞬間ある。あ、そうだね、うん、ゲームしてて普通に。あ、確かにそうだね、うん、あ、で格ゲーのキャラ選び、僕は最強クラスの1個下ぐらいの準強キャラを使うようにしてます。そうやって言うじゃないですか、ドグラス。あ、はい、はいはいはい。ギルディの時何使ってましたっけ。
ギルティ、で、いつのギルティですか。ちょっと、あなたが強かった時でいいです。ちょっと、俺も、いつのギルティか忘れちゃったんで。ギルティ、僕、基本ずっと強いんで、いつ強いとか分かんないです。ああ、じゃあ、じゃあ、イグザードは誰使ってました。イグザードはソル。ああ、ソルってそれ最強でした。あ、まあ、最強クラスやったかも。はい、かも。で、じゃあ、あの、アオリロは？アオリロ、アオリロはロボ界ですけど、僕その時まだ全然クソ弱かったっすよ。ああ、なるほど、その時は弱かった。じゃあ、鉄拳誰使ってましたっけ。鉄拳はデビルジン。ああ、デビルジンですね。デビルジンどれぐらいですか。一強。一強。一強ではないけど、まあ、最強格ですよね。いや、今一強っす。今一強なんだ。今一強。ファーカルマルより強いんだ。ファーカルマルとスティーブ、弱体化したんですよ。なるほど、じゃあ今一強。で、じゃあ、スト5、シーズン3の時。2の時誰使ってました。ユリアン。ああなるほど。その前誰使ってました。ユリアンの前ネカリ。あベガじゃなかったお前。ネカリの前がベガス。ああベガネカリユリアンなんですよ。ああなるほどね。ああそれベガって強かったですよね。いやシーズン1のベガ超良かったっすよ。あ良かったんだっけ。めっちゃ良かった。あBBCP。あれ何ちょっと顔が顔がですけど。はい、要するにあなた1個下とか言ってるんですけど。はい、で前回はセス使ってたんですよね。セスもちょっとたしなんでました、ね、はい。なんかねあなたね嘘つきだってことが最近分かってきたんですよね。バケラッタバケラッタなんかみんなあなたが僕一個したら、まあ、まあ強いやつ使いますって言ってるのを結構みんなツイッターで川野とかが誰かがドグラさんマジで言ってるんですかね、はい、これって言って結構言ってるんですよね。はい、なんか結構楽しい感じになってるんですけど剥がしたいんですよそのあなたの真実をちょっと。あの願望はそれです。願望はトップよりちょっと下。願望はトップよりちょい下で、はい、使用人口の少ない隠れ強キャラを使いたい。使いたいんだけど、たまたまそれが結構開発がされていくと、大体そのトップキャラになってるって感じですか。勝手に最強キャラ使っちゃうんですよ。自分が選んだやつがたまたま最強キャラになっちゃってる。当時は違った。俺は、うん、そのちょい下を狙ってるはずなのに。ああ、なるほど、ね。勝手に最強キャラ。はいはい、うん、使っちゃうんですよね。もうローラーディース一緒に俺 も死にますわ。二人とも釣れるみんな。ローラーでいい。もうめんどくせえ。ローラーでいいから俺ごと釣れ。ありがとうございました。まあでもまあでも実際使わないキャラつまんないキャラですね。弱いキャラとか。まあそうですね。さすが対戦ゲームなんでその駆け引きができなかったらそのね手札がなかったらつまんないですよね。やってても。そうそうそう。うん、とか相手はじゃんけん1回でこんだけ減るのに同じ量減らすのにこっちはじゃんけん3回勝たないといけないとかも明らかに損してるじゃないですか。損してる。そうそう、だからそういうのが露骨なキャラはやっぱ使いたくないなって感じですよ ね。理不尽感じるもんね。うん、理不尽感じるとちょっとやってても面白くないもんね。うん、そうそう、やっぱね、うん、モチベーションが下がっちゃう絶対。そう、俺がオロと、うん、オロのことクソって言うと一緒ですよ。俺が一回中断やって3割もらうの当たった3割、あっちはブロッキングしたら10割って絶対やりたくないからこっちも対戦が。はいはいはい、同じ3割くらいだったら全然いいんですけどね。というわけでね、まあそういう感じだということですね。はい、はい、じゃあラストの質問いきましょう。これはい、はい、206番、ドグラさん、ヤスキちゃん、黒人、こんばんは。質問というよりは提案なのですが、川もんたがラジオゲストの親並み相談に乗って超絶的確なアドバイスを用いて問題解決するコーナーはいかがでしょうか。もし問題解決できなければバスゲームなど黒人がリスクを負うだけの姿が楽しみです。なるほど、まあ、やりませんね。まあ、半分正解、はい、半分当たってないっていうか、まあ、アウトっていうか、まあ、カーボードやろうかなと思ってます。はい、はい、罰ゲームとかまあどうでもいいんで、あんま面白くないから、うん、まあ、そういうのは結構ちょっと月1でもちょっとなんか2ヶ月いっぺんでもちょっと継続的にやろうかなと思って、実は年末にそれやったんですよ。はは、今年1年ありがとうなみたいな感じでとつまちしたんですよ。はい、それ意外と受けたので、うん、でしかも俺もねこの腕自体がその、まあ、素人のねしょうもないやつが来るわけですよ、うん、それをいじるのもこっちの腕なわけですよ、技術なんですよ。まあまあ確かに、確かに磨かないと下手になってくるんで、うん、やっぱ2ヶ月に1回ぐらいやってった方が多分俺の技術も多分その減らないし上達するだろうからっていうことで、うん、ちょっとやっていこうかなと実は思ってました、これ実は。おお、そうなんですね、うん、もう結構あれなんですか、すごい人とか来たりするんじゃないですか、とつまちとかして。屋敷が来ましたね、昔は。あ、そうね、俺それで屋敷と出会ったんで。あ、屋敷さん最初どんな感じだったんですか。リスナーで、俺が悩み、じゃあ次の方どうぞって言ったら、ご主人さん、うん、すいません、僕仕事辞めて全然お金がないんですけど、今お金が全然ないんですけど、どうしても風俗に行ってしまうんですと、うん、どうしたら風俗に行かなくなりますかって言われて、めんどくせえの来たなと思ったけど
一回風俗のお前ホームページ見るだろうと、はい、ホームページ見るだろう風俗行く前にと、でホームページ見てお前一回抜けとそこで、あそしたら抜いた状態でそれ見ればあ、うん、もういっかなって気になるぞと、うん、だからそれやってみろまずそれやれって言ったら小人さんもうそれやってんすよとか言われて、あやってるやってたんや、もうそれと通過してたのかって言ってこいつ面白いやつなってなって、はい、それからこういろいろになるようになったんですね。ああなるほどなるほど。やめない？そう絶倫なのこいつ。なるほど。賢者タイムでホームページ見てまた行く気になるとやばいよ。あ、じゃあリバイバルカワモンタ。ま、あそうそう、だこれからちょっとまたやるんでよかったらあの楽しみに。むしろなんか悩みがある人は全然やりますんでね。とつまちって、うん、なんかいきなりやって人来るもんなんですかね。いやー結構、ね、連続でやってった方がいいね。立川もとつまちやったけど全然来なかったらしいから、はいはいはい、継続的にやってこれはもうみんなでリスナーも参加してみんなで盛り上げようって的な企画なの、うんうん、だからリスナーもリスナーで面白い質問しないとみんなでバカにされるからちゃんとしたやつやろうみたいな身構えるっていうか頑張ろうとするね。ああなるほどなるほど。いいとハードル結構上がる企画なんですね。上がるけどでもちゃんとつまんなかつまんないってバシッて切ってくれるから配信者が、うん、配信者の腕ももちろん実力も重要なんだけど。ああなるほどね。だ結構いいかな、ないい可能性があるっていうか、まあ、盛り上がるので、あとたまに交流ができるじゃん、はいはい、直接喋るから、うんうん、リスナーと。だから それは悪くないんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。いや僕もちょっと興味あるあとこやったんで、うん、やってみてよ。一回やってみようかな。僕らのその相談室みたいな感じで。とつまち。そう。だってもう30、今 5？ 今年4っすね、34っすね。34じゃん。もう34も生きてる、ある程度固まってくるから、相談なんかできるから、多分。あ、まあ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 。そうそうそう。もうてか、相談できなくてもいいんだよ、めっちゃね。おもろけどなんでもいい。はいはいはい。なんならあんたが相談するでもいいし、別に。あ、なるほど。なんでもいいんだよ、そうそうそう。あ、わかりました。ちょっと参考にしてください。ありがとうございます。お願いします。わかりました。じゃあ、まあ、やりますんでね。はい。はいはい、はい。というわけで、はい、はい、今回もですね、そろそろお時間となりますが、はい、次回聞こうか調整中ですんで、ツイッターでの告知お待ちください。はい、お願いします。はい、今進めておりますんで、はい、あのね、進んでるんですかね、本当に大丈夫なんですかね、はい。次回はね、一応僕の枠での予定なんですけど、ドグラさん枠でやるんで、はい、次回はドグラ枠なんですけど。皆さん待っててください、はい、損はさせません、待っててください。あ、損はさせない。あ、お、じゃあちゃんとしたゲストが来るんですね。いいですねそれはね。来るんと思う思う、まあ、早めのね、まだまだその告知が多分ありますのでツイッター見てくださいということでお願いします。よろしくお願いします。あ、ここにそぐらにラジオで小指入れるように言ってあげて。だって小指入ってないんだお前の。いやもう間もなく入る。あ、もう間もなく。いずれ入る、あ、入るらしい、ね。間もなく入る。入るらしい、ね、はい。入れてあげてください。はい。はい、どうでしたか、今回。いや、久々のドグラとの会話ということで。しかもなんかその、なんていうの、あんま喋らない内容とかで、お菓子誤信とか。あ、確かに確かに。なんかそういう、なんか、そういう話をするのも、やっぱ、普通に、酒なしだったんですけど、結構おもろいもんなんだなと思いましたね。あ、だってまあ普通飲んでしますもんね、こういう話。そう、お菓子越しなんか絶対興味ないからしないじゃん。お前さ、お菓子さ最近なんだと思うみたいな言わないじゃん。中学生かって話したら意外とおもろかったなってのがあったんで、まあ、ゲストなしもね、結構こうやってお互いがいっぱい喋れるからいいんじゃないかなと思いましたね、はい、そうっすね。いや、よかったです。僕も同じ感じで、やっぱ普段っていうか最近会ってないから、うん、そうそうそう、やっぱ黒人さんと差し入れ、まあ差し入れじゃないけど普通に喋るん、すごい面白かったっす。うん、確かに。あ、はい、飲み会ラジオしたらリスナーも飲む感じって言ってる。あ、次回はそれでもいいかな、もしゲスト会 なかったら。はいはい、はい、でもお前飲めないもんな。あ、飲めないですけど、僕はシラフでも酔っ払いにテンションついていけるっていうので、もう34年間やってきたんで。あ、そうかそうか、大丈夫か。はい、やれますよ。じゃあ俺は飲みたいな、そういう時は。はい、もう全然飲んでください。次回はじゃあガンガン飲みますので。はい、はい、わかりました。で、はい、告知なんですけど、はい、僕明日がですね、格ゲーマー人狼、あ、ごめんなさい、あ、つけてくれた、じゃあいいわ。これですね、立川なるお、ジョニーなりくん、ナウマン川野、ガチくん、シュート、トラッシュボックスということで、全部30、だいぶ、はい、だいぶメンツ危ないですねこれ。30以下で作らせていただきました。前回が40以上だったんですけど、今回30以下で作りました。なるおが30らしいので、
ギリギリ。あ、ナルオが最年長か、これ。そう、ナルオが最年長です。ナルオが最年長ってかなり、若手が来る企画でございますので、そんな感じでやります。10日21時ですね。明日21時からよろしくお願いしますんで、次がですね、味覚を。あ、これも出してくれるんですね。はい、こんな感じで、ジョビン、黒人、梅原、フード、川野が、味覚王で、味覚王者は誰だということで、何かを食べて、まあ、目隠しで食べるのかな、分かんないけど、で、何か当てるみたいな、はい、水利き選手権みたいな、ダウンタウンのあったじゃん、はいはいはい、ありました、ありました。で、で、R さんが司会で、で、5人の格闘、もうパ格闘、5人の格闘プロゲーマーって書いてありましたから、はい、僕、プロゲーマーになりました、この度。おめでとうございます。ありがとうございます。僕はプロゲーマーとして参加しますので、ね、皆さんこれは23日の金曜日20時からですね。2週間後ですかね。よろしくお願いします。はい、はい、以上です。はい。ここからは以上。ドグラさんは？僕の告知は今のところはないかな。多分ないと思う。まあ毎週木曜チームの定例配信やってるんで、うん、まあそれ見てくれたら嬉しいなぐらい。あれはあれやんないの、あのドグラカップみたいな、なんかやってたじゃん。あ、今のところないっすね。今のところやんないんだ。俺毎月やんのかなと思ってさ。ああ、なるほど。いやいや、毎月やったら僕破産しますよ、あれ。あ、そう、そうなんだ、うん、あ、結構破産します。あ、結構1大会に2大会で20万ぐらい出したんで賞金。あ、そうなんだ。結構出しました。あの、お疲れ様です。あれです。じゃあそれスポンサーつけてやれじゃん、楽でしょそっちも。まあ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 。あ、でもスポンサーつけると、あれダメだった？いやいやいや、あの、あれですよ、公式ですよ、どっちも。あ、じゃあ別に全然いいんじゃない、多分。それ通ると思うんだけど、分かんないけど。あ、実況のギャラマンとか、まあまあ、そうか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 、大変だな。まあまあ、大会とかはね、このご時世なんで、オンラインでやれるやつはどんどんやりたいんですけど、うん、まあ、許可取りとかも含めると、やっぱ、なかなか、自分一人では手が回らない部分もあるんで。なるほどね。まあ、ていうか、今、あれだもんね、逆に選手だもんね。CBT もうすぐあるわけじゃん、17日。あ、まあまあまあ、そうですね。1週間後、もう1週間後か。はい。もう1週間後ですね、もう1週間後。そっちを気合入れてやりたいって感じだもんね、ですよね。まあ、ただ、今回、告知級やったかっていうのもあって、みんな結構、うん、ボロボロな人とかもいますよね、やっぱまだ。だって結構あれから2、3週間あったもんね。1ヶ月ぐらい。あ、だからそう、あの、告知から3週間ぐらいやから、うん、そう、だいきなり3週間後に CPT 始まりますみたいな感じだったから、うん、だから、桃地さんとか、うん、あの、使いたくないけど、もうフェスで出るしかないみたいな感じっぽいし。あ、決めてなかったから。そうそうそう。でも、それは、そいつが悪くね。まあ。決めてないんだから。まあ。もともと、だってプロゲーマーなんて自分のメインキャラ作って鍛錬しとくもんじゃないですか。桃地さんはイレブンでずっと遊んでました。ですよね。だからあいつ悪いじゃん、はい、って感じですけど、はい、まあ、なんでみんなの温度感はよく分かんないですけど、僕は最近結構やってるんで、うん、まあまあ普通に頑張ろうかなっていう感じですね。はい、ツーワンバイソンがもしできる、あの、練習してくれてたら全然僕やりますんで。はいはいはい、はい、たまには僕呼んでください。お願いします。対戦でもね。いやいや、全然、はい、ちょっと強くなった気がしますよ、ちょっとはね、うん、いや、僕最近プゲラとやって結構いかれたんで、あ、ほんまに黒人さん今度対戦してくださいよ。じゃあ、けどあれぐらいはできないんで、あれはもうプゲラだけですよ、多分。はいはいはい、あんなうまいの。あれを求められても無理だと思う。あれはプゲラ。あ、まあまあ、そう、慣れたいんで、普通に。そういうことね、そういうことね。はい、わかりました。わかりました。っていう感じで。はい、わかりました。はい、こんなとこでしょうか。はい、わかりました。はい。じゃあ、それではこの辺で今日のラジオ終了とさせていただきます。はい、黒人ドグラのドシタン話聞こうか。次回も絶対見てください。さい、またねー。またねー。じゃあねー。ありがとう。はい、来週ゲストあるから、ゲスト今やってるから、もう来週じゃないけど、次もう楽しみにしてください。よし。